さあ、我々の先駆者バンドエイジさんの次のパンチ佐藤さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱパンチさん、もうあれですね、バンドエイジさんを継ぐのはパンチさんって僕ら思ってますけど、はいはいはい、しっかりその位置にいますね。継いではいないけども、はい、そうかもしれないね。ですよね、基本タレントさんですもんね。しっかりそのそうだね、解説とかはもうやってないから。そうですよね、うん、来られ来たらやるんでしょうけど、例えば単発とか、うん、もうちゃんと自分のポジションはね、そうだね。だからもう野球あんま見てないんだよ。そうですね、うん、だからコーチをやりたいとか、ああそういう夢があればさ、うん、ちゃんと12球団の試合を見てね、チェックして、でもそういう気持ちないから、ああ野球見るんだったらまたいろんなスポーツがちょっとある程度見た方がいいなと思って、タラタラっていう感じでね、でもさ今日はこの人気の YouTube に呼んでもらってありがとうございます。どうですか、ジャガスさんも。時代はさ、映画からテレビ、テレビからこっちに来ちゃったな。来ちゃいましたね、正直、パンチさん、なんかやってんですか？うん、で僕の場合はね、今も言ったように、野球の話じゃなくて、ブレイク間近と言われながらもう一つブレイクしない宇野山本くんという芸人がいてね、その宇野山本くんとちょっと お友達になったんで、パンチ佐藤の YouTube ですってこう一人ではちょっとできないから、宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイトっていう街ブラ番組を、やってるんだけど、でこれはもうデブ君もほら分かる通り、YouTube で稼ぐっていうのはちょっと今もう難しい時代なので、パンチ死んでないよというようなテーマで、テーマで、やってるんだけど、ピカイチ名古屋チャンネルってあるね。 ありますね、あれに呼んでもらったら、あ見ました、あれ呼んでもらったらピカイチがボーン、ウノとパンチがボーン、こういう効果があるよね。あんですよ。でこのデーブ君だろ、デーブ、ピカイチ、ウノってこれさ、みんなこうなっていくんだね。だからさ、楽しみしてたんだよ、今日。そうなんですね、よく、YouTube 僕も全く興味なく、見るのは好きだったんですけど、全然興味がなくて、いて、デーブ出てくるの、あ、いいですよ、いいですよ。で、またとこの先輩、今、豊かちゃんだったら、ギャラ払いはいらないですよって、先輩の番組やってるの、いらないみたいなノリからずっと始まってて、で、自分たちもやるようになったんですけど、一時、ちょっと野球選手がちょこちょこ増えたら、危機感を持った人たちもいるんですよ。僕、分かんなくて、いや、いっぱいいた方がいいんじゃないのって、喜多方、僕、取材で行ったことあるんですけど、ラーメンはなかったらただの田舎ですもんね。うちの田舎みたいなんですよ。あの焼きた方って福島ね、めちゃくちゃラーメン屋が多くて、めちゃくちゃ栄えて朝から食べれるのね、朝ラー、あれが僕のテーマがあって、飯屋さんもいっぱいあるところだから寄ってくる、だから野球 YouTuber の人が増えれば増えるだけ、寄ってきて見てもらえて、あとは好みじゃないですかっていう、でもね、いやテレビはダメだ言うわけじゃないけど、今俺も YouTube ばっか見てるね。そうなんですよね。やっぱり特にこのコロナなんていうこの2年半はさ、テレビつけてるとさ、もう憂鬱になっちゃってさ、なんかニュースで何人だ何人だ、だ YouTube 見てると、俺目覚めたんだよ。一番大切なものは何かということが分かったの。それは健康だね。健康ですね。それがねこの2年半で分かったんで、健康みたいな YouTube ばっかり見てた。そうですよね。赤ちゃんとか子供は何回一日笑うと思います、研究でデータ出てるんですけど、何百回なのかな。そうなんですよ、2、300回笑うらしいですよ、僕らの年代40とか50になると一日何回笑いますかって言うと、18回だから20回しか笑わないんですよ。でも80超えると2回しか笑わないんですよ。いや特にその笑いもさ、こうやって飲んでてさ、ぐらいだろうね。あ、そうなっちゃうんですよ、ね、もうさ腹がつるぐらいさ涙流してるっていう笑いは最近笑ってないね。笑ってないんですよ。だから YouTube 見てると、バカじゃねえかこの食いっぷりとか、大笑いして笑えるために僕ら、なんかパンチさんより僕らの年代って、もう社会貢献を考える年代かなと思ってて、ある程度居酒屋でどっかで飲めて、焼酎一本入れてたらいいなと思ってるんですよ、お金はもう。いやいやでもそうなんだよ、うちもさ、娘が入籍して借金ローンがないので、いただいた中でやっていこうっていう感覚だから、もうこの年になってさ、毎日ステーキなんか食えないじゃん。だから社会貢献って言ったらかっこよすぎんだけど、なんか誰か喜んでもらうようにって、そうなんですよね。そういう風に生きていきたいよね。あ、だからパンチさんが旅行行ったとか、その芸人さんとどっか行って、それ見て笑う人が一人で見てくれたのなんか嬉しいですもんね。そうだね。だから笑わないなった僕たちの年代とか、おじいちゃんたちが笑ってるっていいなって、だからお酒ってなんでいいのかと思ったら、ちょっとバカになれますもんね。いやいや、そうなんだよ。俺は A 型だからさ、今日の講演会は
あの話をした方が良かったなとかさ、映画だちょっと振り返っちゃうんですか。そう、そして反省はいいんだけどさ、うん、悩んじゃダメじゃん。そうなんです、ね、でお酒飲むとこうやって飲んでくると、うん、酔ってくるとさ、うん、わーんともう一人のパンチが出てきて、ね、じゃあ次に行かせばいいじゃん、うん、あそうだよなってこういうもう一人の自分が出てくるというね。そうですね、うん、出てきますよね、うん、ストレスをためないことだな。そうなんですよね、うん、だからそれはやっぱ笑いらしくて、うん、パンチさんは野球やめるときに、うん、タレントどっからタレントになろうとしたんですか。そうそうそう、我々の頃はテレビも元気、同じ年代ですかね、うん、その芸を元気、あの現役はですね、うん、あのテレビも元気だった時代だったから、そうですね、12球団のマラソン大会、ね、12球団の運動会、はい、12球団の歌合戦、ありましたね、あったじゃない、はい、でそれプラスいろんな番組に呼んでもらったのね、現役中、はい、シーズンオフ出てましたね、うん、シーズンオフテレビに出まくる、はい、そしてゴルフもやる、はい、って言ったら練習もできないし体も休められないから、じゃあゴルフかテレビか、ゴルフかテレビかっていう時に、はい、僕はテレビを選んだわけ、うん、だって芸能人が生で見る手だよ。確かにそれでさ、赤坂プリンスに泊めてもらってさ飯代はサインでいいですって言われてさ、で取っ払いでさギャラをね、うん、そうですね、そんなんだったらそれはいいなと思ってやってたわけ、はあはあ、引退となった時に、うん、すぐ有限会社パンチ企画って作って、はい、これ熊谷組だったでしょ。あ、そうですね、だから熊谷組の下請け、孫請け、ひ孫請けじゃないけど、はい、それもらってニッカポッカ履いて、はい、やるつもりでいたの。あ、なるほど、うん、もうデーブ君もよく言うけどさ、はい、竜宮城じゃない、うん、そうですね、プロ野球 は, 野球界は、ね、だから俺はもう真っ黒になって働くぞっていう気持ちで、はい、有限会社パンチ企画っていうのを作ったんだけど、はい、引退した翌日からたくさんのテレビを来るわけ。ああ、竜宮城、竜宮城、なるほど、あのね、12月31日までは竜宮城で遊ばせてもらって、なるほど、1月入ってから俺はニッカポッカ履いてやるんだって思ってたらさ、はい、いつまでもテレビの仕事が来るわけ。なるほど、はい、であるプロデューサーがね、はい、パンチ君遊び感覚でやるのかこれで勝負するのか意思表示してもらえないとこっちもちょっと使いづらいなって言われたから、じゃあ俺はニッカポッカ履いて真っ黒になって俺は働くんだっていう気持ちがあるんだったらね、はいはい、行けるとこまで行ってみて。なるほど、そうです、いつでもね、うん、日課僕は自信ありますもんね、うん、あのダメだったらやればいいじゃないか、はい、って言ったらなんと29年目になっちゃってさ。そうですよね、うん、今はさすがにいやいやうちの会社で、はい、あのネクタイ締めて来いよっていうね、はい、社長もいらっしゃるから、はい、もうこれはないんだろうけど、あっという間29年だよ、うん、熊谷組3年でしょ、はい、プロ5年、え、5年しかやんなかったっけ。そうで今29年でしょ、うん、5年しかって言うんだけど、うん、山口百恵が7年だよ、うん、ピンクレディが4年7ヶ月キャンディーズ3年だからマッハ文明さんって知ってる、うん、すいません、まあ、先輩に言うのは失礼ですけど、うん、山口百恵さんと比べましたもんね、さすがピンクレディとね、ピンクレディキャンディーズとね、あのそれ、国民的ってつきますけどね、いや僕からしたら国民的ですけど、いやあれだし、比べるとこがいいですね。でもね、あのよくそう言ってもらえるんだけど、はい、小学校の野球、はい、中学校の野球、はい、高校野球、はい、大学野球、社会人野球、はい、日の丸、はい、プロってさ全部の、野球をやってきたのが、はい、僕の誇りであり、あそのなんていうのな、じじいになって死ぬ時にさ、はい、新設団地子ども会のユニフォームはあんな感じだったな、西中原中学はとか全部の言い方でしょ、とりあえず新間際ですからね、うん、とりあえずオリックスのユニフォームってこうさ、それがあの自慢だね、全部やれたっていう、うん、トップリーグはです、うん、すごいっすね、うん、まあ、メジャーはそれはもちろんいけないけどさ、まあまあそうです、うん、あの時代メジャーってちょっと本当に有名すぎましたもんね、例えば、うん、5年やる、いや5年しか野球やらないで、うん、まあ、仕事はたくさん来てたじゃないですか、うん、でも すごいなと思う、僕は、うん、まあ、今だから言えますけど、うん、日本テレビの、うん、偉い人が、うん、一緒に現役中ご飯を原さんと一緒に食べてると、うんうんうん、デーブちゃん野球やめたらうちで解説やってよって言うから、うんうん、真に受けちゃってたんですよ、うん、あ誘われたと思って、うん、結構広島でご飯食べる時に旅に言われるから、うんうんうん、移動日に下の牛ちゃんだったんですよ、うん、原さんがそこが好きで、うん、あ俺熊に行けてオフになって やめるようになったから、うん、その人連絡取って、うん、あのその日テレの昔の麹町の、うん、この喫茶店あるか来ないよなって、うん、あれちょっとおかしいぞと思って、うん、よくはプロデューサーズとか例えばこう持って、うん、シャツを2つぐらい開けてみたいな、うん、何やんのみたいな、うん、いや解説だってバカなこと言ってんじゃないよって、現役だから呼んだら
美味しいんだよって、やめたら君の世の中って何も美味しくないんだよって、現役で解説やんないでしょなんて思ったんですけど、まあ、いいかついてこいなんて全部曲回してやるって聞いて、局内の編成部とかいろんなとこ挨拶させてもらったんですけど、どうもおかしいなと思って、これは中瀬さん電話したんですよ。中瀬さん日テレだったんで、何お前そんなみっともないことやってんだ、すぐ帰れとか言われて、スポーツ部で今日すいませんもう帰らせてもらいますっていうぐらいでしたよ僕ら。だついてたんだね、日テレも元気だったしさ、それでどっちかっていうと野球解説じゃなかったから、確かにで、それでさついてたのがさ貧乏育ちのもんだから、何食ってもうまいんだよ。ああ、わかりますね、だからパンチなんか食わしたらあれうまそうに食うぞってことでグルメレポーターでしょ。なるほど。下が D ランクぐらいの下なんだろうね。だから B 級グルメ食ったってさ、A 級グルメ食ってるわけ。なるほど、元々が D だからそれ、だからグルメレポーター、旅番組とほら野球選手で旅なんかしたことないからさ、ないですね、素直にさわー素直な意見を言うわけよ。確かに、あなんか今ウグイスが聞こえたぞとかさ、パンチ旅番組いいねってことになって、旅番組といえばパンチ、グルメ番組といえばパンチ、っていうことで来たんだね。やっぱりそれ楽しかったですよね。楽しかったよ。だってさ楽しいですね。なんとも言うようにテレビは元気だったから、美人おかみの宿とか言ってさ、一泊8万円の宿、しかも今日パンチ君はね伊勢海老とアワビを出しますから、10万近くなるからね、なんて、いいんですかなんてさ、ただ一般の人はこんな10万円の宿なんて泊まれないでしょだから泊まったような気持ちになるレポートをお願いしますよなんて言ってさ、なるほど、だからコメントにの技術も求められたわけ。それで僕が食べるじゃない、はい、刺身や牛肉やで食べ終わったらさ、はい、スタッフの皆さんこちら食べてくださいってまた同じのが来るわけ、それで、あ、物取りですかってまた同じのが3つ来るんだよね、それがさ時代とともにさ、俺の残りをみんな食うようになっちゃったりしてさ、制作費がこうなくなってくるってことですか。で物取り先にやってさ、伸びたラーメンを食べたりとかさ、こんな伸びてるの大丈夫なのなんて言って、いや、さっき箸上げでいい絵が撮れてますから、あらららおかしくなっちゃったぞなんて、なってきちゃったんだよね、だから今は僕のコメントはね長すぎるになっちゃったわけ。ラーメン食ってくるでしょ、焼き豚と書いてチャーシュー、最近ちゃんと焼いてないチャーシューがあるけどもこれはちゃんと焼いてるねからね、どうかさ、この麺が中太縮れ麺でわーなんてやったら、話が長いってなっちゃうの、もううまいっていうそう言わなきゃいけないとか、求められるものが、もうねそういう時代になってきちゃったね。はあ、今そんな感じなんですね、僕らもちょこっと、そういうのやらせてもらったんですけど、もう向いてなくて、楽しくなかったですもんね、その間が長いのがもう、ね、わざと一般の人にもなんて質問してください、そうそれはあったね、何聞くのみたいな、ラーメン500円、創業以来50年変わってない500円の店なんて言ってさ、500円、500円もなんて言うとさ、500円だから量が少なくなってんだよみたいな、そういう中でインタビュー嫌だよね。嫌なんです、僕ら素人は、ね、それがダメだったですね、ダメっていうか、ちょっと俺は見てねえなと思って、そうかもしれないね、でやっぱり解説にシフト、僕は解説がメインでやってたんで、そうだな、デーブはやっぱり、まあ、先輩方の解説とまた違った切り口の独自の目線で語るからやっぱり解説だよ、解説でしたね、豪快にこう見えるけども緻密なところあるもんね、まあ緻密ではないとこの体だと打つしかないじゃないですか、だから生き残れなかったし、解説ってみんな2000本打った人とか、と戦うから、実績じゃ全然勝てないんで、みんな解説はこうやって起きたことに説明でいいけど、いや起こることを先言うにはどうしたらいいんだと、これ言えたら勝つんじゃねえかみたいな、いやそれはあるね、今の解説者っていうのは若い人たちはさみんな真面目だよね、真面目ですよね、でも当時の大先輩方はさゴルフ帰りに来たりする人いたからね、ああそんな感じでしたよね、日焼けちゃってそのままゴルフ場から来てそのままその席に行って、そうですね、グランド降りないですね、今の解説者は真面目だな、そうですね、もうちょっと野球の話したいんですけど、パンチさん出身どこなんですか。これは川崎生まれ川崎育ち、今も川崎に住んでいて、川崎市民文化大使っていうのが幽霊大使やってるんだけど、さすがっすね、僕は戸越かなんかで降りて1号線まっすぐ行って、川を1個越えたところの練習場よく行きます、川崎です、あれ僕らからすると川崎って、東京だと思ってたんですよずっと、あれ東京じゃないんですね、じゃあ神奈川県なんですね、で正直言いますけど、川崎の方も
たまたまそのハーフで回っ、うん、ハーフしか回れないコースがその併用してるんですよ、うん、練習場が、うん、で申し込むといろんな人が絶対4人組むようになってるんですよ、うん、そしたら韓国のおばさんと回ったんですけど、うん、そしたら仲良くなって、うん、私川崎の駅前で娘が韓国料理やってるのために上にあるって言ったら、うん、初めてですね、うん、川崎の駅前を、うん、ちょっと申し訳ないですけど、うん、ちょっと怖いですよね、柄が悪い感じの。何言ってんだよ、よくなったんだよ。あれでもそうなんですか、なんか俺なんか小学校の時なんかもう川崎に遊びに行っちゃいけないとか、あーやっぱし怖いですよね。たまに家族で行くともうこんな人がいるからさ、勉強しないとあんなんだぞなんて言われてさもうよくなったんだって。あーなるほど、そうですか、うん、やっぱちょっと怖かったっす。いやもう本当になんか喧嘩売られるんじゃないかみたいな、結構怖い人らが歩いてて、うん、川崎っていうのはね、緑豊かなエリア、うん、そして川が多摩川のそういうエリア、うん、高級住宅街、はい、また庶民のエリア、はい、またハングリーなエリア、はあ、あとインターナショナルのエリアってね、はあ、いろんなエリアがあるんですか。いろんなね、表情があるのが川崎のまたいいところ、はあ、そんで川崎はさ、北海道から沖縄までとにかく真っ黒になって人稼ぎするぞっていう人たちが集まってるところだから、はあ、パワフルだし、まあ、パワフルな感じしましたね。だから中華料理屋さんが多いんだよ。ああ多かったっす、うん、また美味しいんですよ。美味しいんだよ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、その辺の育ちですか。うん、僕はね、川崎市ってでかいんですか。部屋って長いんだよ、横にね。僕はね、多摩川の辺だからね。あれ、僕との日本ハムの方もあれ。そうそうそう、日本ハムのところ。あ、そうですか。あ、そうそう、いつもあそこ散歩してるから黒いのよ。あ、今もですか、うん、ただ思ったのは、川崎の人たち、うん、その打ちっぱなしでも、うん、みんなフランクで、うん、デーブさんだろうみたいな、はい、うん、次も川から色やわみたいな、うん、あれ前から知ってたかなぐらいフランクな人が多いです、うん、うん、でそれは多分ね、本当の川崎の人だね。地方から来る人もいるからさ、そういう人はちょっと遠慮しちゃうところあると思うんだけど、もう川崎村は川崎人江戸っ子っぽかったっす。ああそうかもしれないね、うん、やんでみたいな、うん、やるかいゴルフやらないみたいな、うん、あそういうところだね、うん、で先ほどちょっと、ね、そんな裕福じゃなかったっていう、うん、どう家族構成どうなんですか、パンツさんは。ね、親父おふくろ妹僕なんだけど、はい、親父おふくろが岩手県出身なのね。岩手県の北上市というね。あ、北上ですか。そこで東京に出てきて、はい、なんか北上市出身の男の子がいるよ、はい、北上市出身の女の子がいるよっていうことでお見合いして結婚して川崎でという、で僕は川崎で生まれも育ちもそうだけど DNA はやっぱり岩手県なのね。あ、そうなんですか、うん、そうそうそう。でお父さんは何されてたんですか、仕事。親父はね、サラリーマンなんだけど、ヘルニアだとかさ、はい、そんな手術入退院繰り返してて、はい、会社まあ辞めて また2回目の会社だから調子よくはなかったんですね、うん、だから団地だったのね、うん、ボロアパートだったらだよ、はい、家でひもじい思いしててもさ、学校じゃわーってやってりゃいいけどさ、うん、団地だからさ、みんなわかるわけよ。あそこ団地だ1号館から12号館まであるから、友達もいっぱいいるわけですよ、うん、だから あいつんちが絨毯買ったとか、あいつんちがカラーテレビ買ったとかさ。本当ですか。 あいつんちが車買ったとか、なんかマクドナルドに行ったらしいぜとかさ、で誕生日はケーキでさとかさ、もうそういうわっしょいわっしょいだったの、日本はみんなこういう時だったんだけど、うちはそういう状況だったからさ、切ないあれだったんだよね。みんな買った騒ぎには入れないわけですね、うん、で大親友が誕生日で俺呼ばないからさ、なんで呼ばないんだって開けようって言ったら、みんなプレゼント交換なんかしててさ。あ、なるほど。だから気を使って悪いから。そうそうそう、だからそういう中で、だったのね、うん、そっか。どういうふうにして野球が始まるんですか。それでさ、そんな時に野球と出会って、はい、ほら野球やってる時ってさ、貧乏もお金持ちもさ、まあ、確かに勉強できるできないも関係ない、話に出ないですね、うん、確かに小学校の時だから野球やってる時は全て忘れられたから、はい、それがきっかけだよね。それはチームに入ったんですか。そう、支援者生誕地子ども会って言うんだけど、うん、そこで年に1回さ、甲子園じゃないけど、はい、川崎の何々区の代表チームが年に1回川崎球場で川崎1を決める、試合があって、そこで高津区代表で支援者生誕地子ども会って出てさ、はい、まあ、準優勝だったんだけど、うん、どこ守ったんですか。4番でピッチャーでキャプテンだよとかさ、今でも忘れないよ、新聞にさ、はい、CSA 生団地子ども会、はい、長身から投げ下ろす速球威力の、ちょっと今出てこないな、なんかそのニュース、新聞でさ、新聞にその書かれてさ、エースの佐藤君はどのって書かれてさ、はい、
それが野球好きになっちゃった理由かな。あの、うん、僕の心は一つですっていうあのイメージってすごい僕ら強くて、うんうん、そんな子だったんですか、ちっちゃい頃から。あんなタイプですか。いやだからそこでさ、小学校の時に悟ったわけよ、うん、なんで給料日が近づくと湯豆腐なんだよっつってさ、金がねえからだなっつってさ、あ、それを火がつき出しちゃったんですね。さ、なんで2日続けて湯豆腐なんだよとかってさ、うん、俺3日目明日も湯豆腐だったらぶっ飛ばされてもいいから俺言うぞと思ってさ、3日湯豆腐なんて言ってさ、お父さんこれご飯じゃないよっつったらさ、ひっくり返されて食うなって言うから食わないよっつって言って、あ、それであったんですね、お袋が明日コロッケ買ってくるからねみたいなさ、だからそんな時にぐちぐち言っててもしょうがねえなと思って、うん、ぐちぐち言ってても明日もこんな生活だろって、うん、来年もそうだろ、うん、だったら嘘でもいいから胸張っていこうと、うん、そうやってから元気を出すようになったのがあれなんじゃないかな、小学校の時。小学校の時、うん、あ、でもなんか貧乏とか、うん、例えばうち僕は母子家庭ですけど、うん、なってる人じゃないと分かんない、分かんないんだね、あれですよね、うん、ハングリーさってね。だから佐藤はいつも同じ洋服だとかさ、あの修学旅行だ林間学校っていうとさ、みんな新しい靴下、新しいパンツ、新しいシャツなんだけど、ね、こっちはゴムの伸びたような汚ねえパンツでさ、そうですね、だから大人になったら誰よりも派手な服着てやるなんて今こんなになっちゃってるんだけど、どうだってね。なるほど、うんうん、アメリカでいうと黒人、僕ら留学した黒人そういう考えですもんね、うん、あ、そうだろうね、絶対メジャー行って、うん、金ピアカにするみたいな、うん、そこの気持ちって我々になった人しか分かんないですよ ね、 そうだね。だからそれで野球を始めたって感じだな。へ、中学生になるとさ、はい、今度はその貧乏をね、嫌じゃない、嫌ですね、脱出するためにはどうしたらいいのかって考えたわけよ、うん、そしたらさ、ちゃんとした会社に入ればいいんだよね、はい、まずはですね、うん、でもちゃんとした会社に入るのには勉強しなきゃいけないじゃん、うん、できないでしょ、はい、できなかったんですか。できないよ、くるくるパーだよ。だから野球を武器にっていうのがきっかけだね。あ、もう中学の時にはプロ行くぞぐらいの。いや、プロじゃ、プロじゃないんだそこが、俺は川崎水道局に入りたかったんだよ川崎水道局っていうのは公務員なのね、はい、で軟式野球も強くて全国優勝もしてるの、はい、だから俺プロだとかじゃないんだよ、川崎水道局に入りたかったんだよ、野球で、うん、そしたらちゃんと給料ももらえて、はい、ボーナスもあれで軟式野球ができる、もう川崎市民の憧れだよ、川崎水道局。それってやっぱあれですかね、ロッテとかあって僕らからしたらなんかプロ野球身近に感じるんですけど、うん、いや、プロ野球は、あの夢というよりも、あれはもう別世界だから。あ、もうそういう感、あ、確かに、まあ確かに別世界ですね。俺の話ばっかりしちゃったんだけど、デイブがさ、プロ意識したのはいつ？やっぱ小1の時に、入学式の時に、うん、何になりたいって頃から聞かれたから、うん、野球選手って言ったら喜ぶなと思って言っただけなんですよ、うん、それがきっかけ。じゃあバット振るぞって言われて、じゃなくてさ、中学や高校あたりでさ、うん、プロのスカウトがデイブを見に来たとかさ、はい、もしかしたら俺なれんじゃねみたいな思ったの、いつぐらい？高校2年、3年になる春ですね。あ、だからやっぱり、だからそっからすぐプロ行けたわけなんだよ。あ、そうですね。俺なんかさ、大学野球でしょ、はい、で水道局目指した中学時代ですか。うん、本気で目指プロに目指すみたいですよ、うん、だからちゃんとした会社行かなきゃいけないな、うん、川崎水道局に行きたい、はい、で武装高校って言ったんだよ。武装高校だった、うん、だからその武装高校の3年間は甲子園じゃないんだよ、川崎水道局だ。俺川崎水道局に入りたいんだって。それで一生懸命練習してたら、うん、あの A 君と B 君が亜細亜大学からスカウト来て、はい、あー、あいつらやっぱりセンスが違うもんな、うん、よかったんですか。そうバリバリだったのよ、うん、それたらさ、また丸坊主で1年生からやりたくないって、一人が三菱自動車川崎、一人が日本工科に行って、二つ席が空いたのよ。そこに、じゃあ佐藤どうだ？で、隣の桜川丘から阿波野どうだ？ってこうやってアジアに入れたという。その時、じゃあもうあれですよね、高校の時は頭角を現してたわけですね。いや、だからプロが何回も話も来ないし、プロは来ないけどぐらいだったんですか？で、アジア大学も二人が、いや、行かねえよっつったから、阿波野と俺がひょこっと入れたんで、だからそういうレベル。でアジア大学は厳しかったんだけど、はい、4年間レギュラーでもレギュラーじゃなくても、はい、4年間アジア大学で頑張った人はどんな仕事でもできるって言われたから、できそう。だから死に物狂いで4年間やったら監督に呼ばれてさ、はい、マネージャーが「和弘監督呼んでるぞ」って言われさ「俺なんかしたかよ」って、まあ、で、いや
いやなんか呼んでるぞって、嘘言うな、なんだよなんて言いながらさ、うん、トントン失礼します、佐藤入ります、ガラ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 失礼しますって言ったら佐藤ももう大人ぞと言って、うん、もうこの話もよかろう、行きたくない会社はどこぞとか言われてさ、はそんな喋り方なんですか、行きたくない会社はどこぞって言うから監督言ってる意味が分かんないんですが、つったら北海道から沖縄まで全国の名門企業がお前欲しいと言ってるって言って、監督にお渡します、熊谷組に行け、はいこれで終わり、はでここで俺の夢はもう終わったの水道局、うん、水道局だったけど熊谷組、あの社会人野球、パンツさんもそんな性格なんすね、もう、うん、それで夢のようだよ、ま、毎月飯田橋住友銀行飯田橋支店に行くと銀行でお金が1万円札が何枚も出てきてさ、わー午前中2時間座って仕事してなくて2時間座ってね、あと練習してなんでこんな金もらえんだよって、ボーナス、おいおい幸せって、本気で思ったボイス、うん、で都市対抗って言ったらさまたファイトマネーが出るしさ、あそうなんすか、でジャパンって言ったらさ社長室に呼ばれてさ、はい、あの佐藤君、熊谷組はテレビのコマーシャルをしない、はい、君がジャパンで活躍 して熊谷の佐藤、熊谷組の佐藤と言われるのがうちの宣伝だ、はい、頑張れとか言って300万もらっちゃってさ、とか言ってありがとうございますって言って社長室出ようとしたらさ、これは君は歌舞伎町で使わないようにドルにしておいたから、ちょっと待ってくれよと思ってさ、で本当にドルだったんですか、ドル、人生ゲームのお札みたいでさ、これ本物かよって言って、うん、ね、ですぐ住友銀行飯田橋支店に行って変えてきたけどね、うん、変に、うん、だから俺はもうそこでもう夢は叶った、でちょっと今話前後したけど、はい、そしたらテレビつけたらソウルオリンピックやっててさ、はい、なんであいつがジャパンの日の丸つけてんだよと思って、はい、でもう一踏ん張りしたらジャパンに選ばれたという、でここでもう本当にもう夢の夢は叶って、はい、そしたらさ当時のジャパン、ノーダやピッチャー、はいはい、塩崎すごい、キャッチャー古田、石井博、はい、佐藤慎一もいた、南淵もいた、はいはい、樋口ってもいた、当時のみんなバスの中でさ、はい、契約金がどうのこうのとかさ、プロの話してるの、ね、っていうことは俺そこまで来ちゃったのかなって、あ山の、なるほど、うん、そこまで意識してなかったんですね、だからプロっていう山を目指してるわけじゃなくてさ、はい、川崎大学、あアジア大学行きだ、4年間熊谷組行きだ、ジャパンって言ったらここまで来てたっていう、うん、デーブは高2だろ、高2だからすごいんだよ、あでもそこでやっとですかプロが気になったのは、うんうん、であのインタビューになるわけです、そうだよ、であのドラフトが来るって大体情報入りますよね、だからこれがもう時効だけどさ、うん、熊谷に3年いたんだけど、うん、2年目に6球団から話し合って、うん、契約金だとか年俸だとか背番号だとか、あの球団って決まってたんだけど、うん、来なかったのよ、それそっか、その話終わったけど実際に来なかった、来なくてある球団がドラフト外でその金額出しますから、くじ運が良くて今シーズンはなんて言ったら熊谷組が怒っちゃってさ、きちっと指名してくれたら行かせたけど、ドラフト外で金出すからって冗談じゃない、なさとなんて言われて、はいなんてさ、俺は来たかったんだけどさ、それで3年目はそれこそ西武を除く11球団から話が来たんだけど、去年そういうことあったから、はい、いや指名されたから考えますよ、でも会わなかったから、うん、来ないと思ったのね、だからああいうふうにびっくりしちゃったという、うん、もう来ないなと、翌年、あれ翌年ですよね、うん、翌年そのいいな行かないと佐藤って言って翌年のドラフトですか、あれそう、もう1年3年目まだ11球団西武の独自時期だから話来たんだけど、はい、もう会わずに、はい、指名されたら考えます、はいはいはいってやる感じだった、うん、そしたらオリックスですもんね、だから当時上田監督が強豪でね、外れても野茂を取りに行くんだと、はい、外れてもいいんだと、野茂外れたらじゃあ野茂に代わるピッチャーっていうのはやめて、野茂、うん、が取れなかったら左の外野手、はい、高校でも大学でも社会人でもその年の一番いい左の外野手を取れっていう指令が出したら君の名前が出たんだ、佐藤君来てくれるねと言うからさ、はい、お願いしますって学生だったら言うよ、はい、でもうサラリーマンだから前向きに検討しますっても言える性格じゃないから、そうですね、自分の心はもう一つですって言ったのが受けちゃってさ、また笑わそうと思ったんじゃないんだよ、うん、笑わそうと思ったんじゃない、立場的にそうもう決まってますって、前年度もいろいろありましたし、そう決まってるけどちゃんと相談はしなきゃいけない、うん、だから会社に相談して決めることですけども、
自分の心は一つですって言ったのが受けちゃった。だから笑わそうと思ったんじゃないのよ、あの時、うん、僕らのが先プロ入ってたんで、うん、すげえの入ってくるぞ、ね、だからヒーローインタビューでさ、下痢するまで飲み、飲みますわあれもう名言でしたね、うん、それも笑わそうと思ったわけじゃなく、うん、今結婚して今年31年目なのかな、はい、あのまだ付き合ってたのね、あの時にね、今の奥さんですね、で今度グリーンスタジアム見に来てくれよって言ってて、はい、大阪の心斎橋で洋服プレゼントして黄色い服を、はい、でこれ着てあのこういうふうにして電車でこうやって地下鉄でこう着てって来てくれよって、あれホットモットでしたよね、今で、うんうん、グリーンスタジアムですよね、そう、それで約束してたわけ、はい、だその日のさ試合前にさセンターに集合とか言ってみんな集合だったのよ、はい、今日、うちが勝った場合、MVP に、この、30万円をプレゼントする。え？球団がですか？うん、あの、ある銀行から出てるんだけど、30万円プレゼントするって言ってさ、みんなおーってなってたんだけどさ、はい、あの俺はもうピンチヒッターだしさ、俺は関係ねえやと思ってさ、はい、今日は彼女が見に来るねーって思ったわけ。なるほど。それでさ、試合やってたらさ、はい、ガラガラじゃん当時パリパリ。そうですね、なんだ何これ早く来いよお前って1回2回3回4回ってなってさ、はい、何やってんだと思ったら心配です野球どころじゃないですもんね、うん、だから5回ぐらいに黄色い服着てさ、うん、バカ野郎早く来いよなんて思ってベンチにいたわけ。そしたらブーマンがさ4打数4安打かなんか打ってさ、はい、ああまあ金がある人のところに行くんだな30万だなと思ってたらさ、あれよあれよと同点になっちゃったわけよ、はい、で満塁でさピンチヒッターパンチって言われたからさ、はい、もう30万のこともさ彼女のこともなんかもうぶっ飛んで忘れてるよね。確かに。そしてさ必死になってガーンと打ったらさ詰まったんだけど一塁線で走者一掃のツーベースだったわけ、はい、そんでピンチランナーでベンチ帰ってきてさバスタオルで汗拭いてさやったやったぜやったぜあれ30万俺かと思ったのそして冷静になったらさあ彼女も来てたんじゃねえかと思ってさ忘れちゃった、うん、それでヒーローインタビューだったわけ。はい、ヒーローインタビューこちら一塁側、佐藤選手ですって言った時に奥さんがさ金網越しにさこうやって見てるの。ああもう靴ぐらいやって、うん、でさだから俺は彼女に向かって、はい、デーゲームだったから、はい、この後の三宮で飲もうぜっていうことで、はい、下痢するまで飲みたいです今日はって彼女に言ってたんですか。そう言ったの、うん、だから笑わそうと思ったんじゃないんだよ。それでさ三宮で行ってさ飲んでてさまあ、目こうして何やってんのって言ったら、ああコンタクト一つ落としたからこうやって言ってたんですけどバカだなっつってそこで、はい、じゃあお前15ずつあげようぜなんてさ、私いらないよなんて言ったんだけど、いやその15でねルイ・ヴィトンの巾着を買いなさいなんて言って翌週難波の駅の前の高島屋でさあの巾着のルイ・ヴィトン買って今上海のお母さんまだ持ってんだけどヨレヨレになった。そういうね笑わそうと思ったことじゃないんだけどね、うん、たまたまね。すごいっすね、それ。うん。パンチさん、半端じゃないっすね。いや、でもさ、俺ばっかり喋っちゃっていい？全然楽しいっす。いや、俺ね、払いたくなってきちゃった。俺ね、よく言ったなっていうコメントがあるのね。はい、あの西武が1位で、2位がオリックスだったんだけど、はい、こう、離れてきちゃったわけよ。はい、西武とオリックスが。はい、だ一郎いた時ですか？いない時まだ。あ俺の1年目だからね、だからね、はいはい、それからさ、新聞記者がさ、佐藤君、ちょっと西武とのゲーム差が広がりすぎちゃって、優勝はちょっと難しいねなんて言うからさ、そうですねなんて言えないからさ、はい、え僕にはレオの尻尾がはっきり見えますなんかそれあったって言ったわけよ。だから、ウケちゃってさ、まだ諦めてないオリックス、佐藤がレオの尻尾ははっきり見えるなんてバーンって出ちゃったわけ。あったでしょ。そしたらさ、3位の近鉄がさ、オリックス抜いてさ2位になっちゃってさ、オリックス3位になったの。さすがに佐藤君もうレオの尻尾見えないでしょって言われてさ、よく見たら後ろ尻尾でしたなんて言ったらさレオの尻尾かと思ったら後ろ尻尾だったのって言ってさ、あの時はなんともなったけど、あの今は大したもんだな。名言です。名言だね。そんな現役選手が出すコメントじゃないですよね、うんうん、だからよく言ったなと思ってさそういうのテレビ局の人は見てたんだかな。見てたんですね、うん、だってあのパリーグがあんなに注目されることなかったですもんね、うん、じゃ あれもね、上田監督ってさ、はい、おっかなそうな監督に見えるでしょ、ね、でもね、すごく優しい人でね、うん、2人でいるときにさ、佐藤、うちのチームの選手はな、暗いからな、
どんどんやれ、どんどん喋れ、どんどんやれよ、気にすることないぞとか言って言う人なのよ。素敵な思い出なんだけどさ、大橋コーチっていうのがいてね、いらっしゃいましたね。あの人アジアの先輩だから。あ、そうですか。あのキャンプの時さ、橋、佐藤はな、あのドラフト1位で注目されて疲れてるから、お前飲みに連れて行ってやれっつって、俺が連れて行ってやるわけにはいかないから、あの領収書俺に持ってこい、って言ってさ、大橋コーチが山口さん連れて、あの佐久の3人でさ、飲み連れて行ってもらっちゃってさ、1年目ですか、1年目 の、 あの春のキャンプ、あの時宮古島かなんかですかね。いえ、あの糸満、まだ糸満でやった、あの前半が高知、で後半が沖縄だったんだけど、だってそこに山口隆さんがいるんだぜ。そう、伝説の人ですね。あの 山口浩一は水割りじゃないんですかって言ったら、こんな高い酒は水で割ったらもったいねえなんてさ、ヘネシーをロックでガンガン飲んでるわけだからさ、じゃあ僕も同じ形でなんて言ったらさ、ベロベロに酔っ払っちゃってさ、山口コーチにおんぶされてさ、ワシントンホテルまで帰ったって、これでっかい背中だなと思って、だからあんな球が投げられるんだなってさ、ちょっと頭残ってる、でさ、そっと布団かけてくれてさ、あの、あー山口コーチなんていうのがさ、今思い出だね、すごいですね、パンチさんしかそこで酔えないですよね、だって本当に飲んじゃったんですね、もう、だからあんまり飲めないんだかったんだけど、あ、そんなに酒飲める方じゃないんですか。だってあの時はね、今は毎日飲んじゃうけども、で山口コーチにおんぶされたっていうのはいい思い出だよ。そうですね、聞いたことない、だってさ、小学校の時さ、日本シリーズでさ、あのテレビ見てたらさ、西宮球場です、この夕方この時間帯になると西宮球場は照明の関係でピッチャーの山口隆のマウンドが日向、途中が日陰、そしてバッターボックスが日向、日向、日陰、日向と来るので山口隆の球は打ちづらいでしょうねって、意味が分かんなかったのよ。実際プロ入ってみて照明で、ああ日向になってて、ここ日陰でこっちな、このことあの時小学校の時言ってたんだっていうのが分かってさあれパンツ入った時まだ西宮ですか。西宮、そうでした。そんでさ、それがパパパってなったわけですね。そんで、あのこの日本シリーズとなると、あの西宮球場は冷えるので、ベンチの下がいわゆる焼き鳥屋さんの炭火のような形で、お尻があったかいんです。焼き鳥屋さんのような炭火って言ってたなと見たらさ、蓋ガカバンって開けるとさ、こう炭火でなってて、あのベンチの、西宮球場、いや、僕やりましたよ。高いでしょ、ベンチ高いです、あの下が炭火になってんだよ。だから、わー、小学校の時言ってたの、このことなのかと思ってさ、あれ本当炭だったんですかね。ホームだけですかね。ビジターもあったんですかね。あったんじゃない。僕プロ入り初打席が、あの西宮球場です。だからデーゲーム、土日デーゲームですもんね、あの頃 100% デーゲームじゃなくて、あのオープン戦ではやらないからじゃない。あー、そっか、シーズン始まったらやらないもんね。あー、そうですね、そうですね、あー、まあ高いからですね、入った頃、阪急入った頃じゃない、阪急じゃない、オリックス、ブレーブス入った時は、誰がいたんですか、メンバーは。メンバーはね、ピッチャー佐藤義則さんでしょ、山脇さんでしょ、あのホフマンもいたね、伊藤敦則さんもいたね、あのキャッチャーが中島、ファーストブーマー、セカンド福良さん、福原さん、サード松永さん、でショートが弓岡さん、小川、でレフトが山森さんとかだったのかな、センターが熊野さん、ライト藤井さんかな。すごい、まあすごいメンバーでした。いや、すごいメンバーだよ、だからね、ちょっとこれ自分のセールスになっちゃうんだけど、上田監督がね、スーパープレーが出るとダイナマイトって叫ぶわけよ。え、ベンチですか。ダイナマイトって俺さ、1年目さ、ダイナマイトって言ってさ、なんだ、誰だよ、でっけえ声出してるのと思って、でさ、誰だったのかな、カキーン、ダイナマイト、なんだ、誰だと思ったらさ、藤田さんっていうさ、ジャイアンツに行ったキャッチャーですね。藤田さん、あれ上田監督なんて言ってんですかって、ダイナマイトって言ってんだよなんて言ってさ、なんでですか、いや、なんかな、機嫌がいいって言うんだよなんて言って、このダイナマイトっていうのがね、我々選手を奮い立たせる言葉だったわけ。これ皆さんね、 YouTube でね、門田博光さよならホームラン、もしくは上田俊治監督戦勝って調べると、その時のね、西武との試合があるんだけど、あの時の西武はピッチャー角大元、工藤さん、渡辺亮、渡辺すごいでしょ、キャッチャー伊藤さん、清原、辻さん、石毛さん、田辺、阿部さんだとか、飛ばしのさ、秋山さんでしょ、平野さん、はい、デストラーでしょ、はい、あれ相手に4点差負けてんだよ、オリックスは、はい、西宮球場で、はい、で9回裏チェンジになってベンチ帰ってくるじゃん、あっちはもうそうそうたるメンバーじゃない、
4点差負けたかね、パーン熊野さんがショートフライ、はい、ワンアウトあと2人かっつったら上田監督がさ、サメー中島のことね、ホームラン狙えホームラン狙えとかって言うわけ、うん、今まで小学校から野球やっててさ、ホームラン狙いなんて言った監督いないよ。そしたら中島がさ、スパーホームラン、場外ホームランって言っちゃってさ、ダルマーって言ったわけよ。で4点差が3点差だ、みんないけるんじゃねえかってことになるわけ、うん、で、あの小川がフォアボール、元西さんがヒット一塁三塁、うん、で松永さんが敬遠でワンアウト満塁で、俺さてデッドボールでもなんでもいいや、レードカーンセンター前ダルマーもう西宮球場のあのダルマーってみんなまだ残ってるわけよ、で3番指名打者門田、門頼むて門ドーンサヨナラホームランって逆転でダルマーって言うわけだからさ、これね本当ですか、うん、だから本当だよ、だこれあのすごいな、あの笑い話に聞こえる漫画みたいな話ですよね、うん、だからさ、デーブ君もこういう仕事やっててさ、ああ東日本大震災であったり、コロナだったり、ああ大変な時期あったでしょ、ああ俺たちなんかもう入ってこないんだから、入ってこないですね、だちょうど東日本大震災の時にちょうど娘が大学1年生だったわけよ、で仕事がピタッとないでしょ、そうですね、あのちょっと、うん、だからそんな時さ、チェとかいうパパは見せたくないじゃん、うん、そうですね、でなんだあのってぐちぐち言ってるパパも見せたくないでしょ、うん、そこでさ俺が考えたのは、朝一番に起きて新聞読んで、おはよう、はい、おはようパパ、おい学校行ってこい、帰ってくる娘が、帰ってきたらまた小説かなんか読んでて、はい、お疲れ、うん、ただいま、あバイトか、頑張ってこい、でバイトから帰ってきたらこうお酒飲んでると、はい、お疲れなんてさ、だからきちっとしたパパを あの演じてるじゃないけどさ、あのあパパも今仕事ないけど、あのいつも散歩して体鍛えて、うん、私も勉強頑張らなきゃっていうようにさ、うん、でそんな時にそうは言ったってさ、うん、こっちも落ち込むじゃない、落ち込みますよね、そんな時にそのダイナマイトっていう上田監督の言葉をね、はい、思い出して、はい、とにかくちょっとでもいいことがあったらあのダイナイって言おうと思ってさ、うん、でワンちゃんと散歩しててうんこして拾おうとしたら100円落ちてたらさ、うん、ダイナイとかさ、でさエスカレーターでさミニスカートの女の子がいてさ、見えねえかな見えねえかな風吹け風吹け風吹け吹いて見えちゃったりしたらさ、ダイナイとかさ、とにかくさダイナイダイナイって言い続けてたら風が少しずつ変わってきて、やっぱり薬病神がさ、あのありますね、それ薬病神がさ、俺パンチなんか落ち込んでねえぞとか言って、だからダイナマイっていうのを意識して言うようになってね、いろんなところで叫んでるんだけど、そっからなんですね、デーブ君はさ、そう落ち込んだりちょっとなんっていう時はさ、リフレッシュ方法はお酒と何、まあゴルフ、いやでもね、やっぱ去年だいぶ落ち込んだ時あって、心筋梗塞もなっちゃって、あらほらほらら、なんかやっぱ落ち込みすぎて、もうだから救いようなかったっすもん、正直、でしょ、医者行ったっすもん、心療内科って初めて、これね、あのとにかくダイナマイトを実践してほしいことと、サウナだな、サウナ、サウナ行く、行きます、好きです、え、サウナ3セット入ったらさ、大体の悩み事吹き飛ばない、それが、そこも行く元気もなくなっちゃってたんですよ、そこに行った、その前に行かないとな、そうなんです、サウナ入って水風呂にドーンと悪魔がチュ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 出てくる、またサウナ入る、ドーンチュ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 、またサウナ入ってドーン、最後まで悪魔がなくなって、なるほどなるほど、で生ビール飲むとさ、何だったんだってこうこうなるんだよね、そうですね、僕も大好きで、ただそうか、心臓やって、あったから部屋はいいんです、暑い部屋は、でも水風呂はダメなんですよ、結果ギュッてなるのは、じゃあその前に行かなきゃね、行っとけば、まあ、僕も確かあったっすね、サウナ、川崎、家にも僕サウナ作ったっすね、川崎にはね、あの川崎ビッグサウナっていうのがあって、キャッチフレーズかっこいいよ、男には帰れない夜がある、いやだからそのキャッチフレーズはそうなんだよ、川崎のビッグサウナ調べてみた後で、男には帰れない夜がある、いや JR 川崎でホームに立ってるの、バーンって黄色い看板で、男には帰れない夜がある川崎ビッグとサウナなんだよ、洒落たとこじゃダメなんだよ、その新橋のああいうとこじゃダメなんだよ、昭和のパステリーですか、ダメダメだね、昭和のサウナ、昭和のサウナでね、あのコーラの瓶のビールがガチャってあって、ガチャって開けてさ、スパン、瓶は濃い感じがするな、うんとか言いながらさ、昭和なのよ、
いつも、ね、そこ行くんですか、うん、あのちょっとうんと思ったらね、やっぱ中畑さんと似てますよ。中畑さんも、うん、サウナ、まあ、いつも元気ですけど、うん、サウナ好きな感じの人はこんな感じですね、うんうんうん、だから中畑さんも A 型だから、あ、A ですか。 A 型って繊細と言われてるけど、結構そこのレッドゾーンを振り切ったらいいんだけど、うん、B 型ってさ、まあ、O 型もそうだけどさ、豪快そうに見えるけど結構こう溜めちゃったりする。キーちっちゃいですよ、うんうん、長嶋監督もそうでしょ。そうです、だからそうですね、うん、あのいろんなデリケートじゃない、デリケートです、見えても。そうですね、うん、でじゃあパンチさんは、じゃあそのダイナマイトと落ち込んだ時、うん、落ち込みます、落ち込みだとそれやれば落ち込みなくなる。だから朝毎朝、うん、あの散歩して、はい、例えば今日デーブ君のあれだから、ちょっとちらっと見たら焼酎や日本酒が並んでるから白いシャツの方が目立つんじゃねえかなーなんてイメージしながらさ、あの、ね、散歩したりしてさ、そこで腕あの鉄棒があるから懸垂したりさ、で家帰ってストレッチとかしてさ、そしてあの夜は軽めなんで、うん、昼にこうよし今日は寿司食っちゃうぞとかさ、焼き肉食っちゃうぞとかって昼にガチって食べるわけ。なるほど、夜はもう軽くしてですね。それでよし今日は銀座で洋服買っちゃえとかさ、頑張れパンチ、頑張れパンチって有限会社パンチ企画だから、自分自身を励ませばいいんだから。なるほど。デブ君の場合はほら従業員も家族もいるじゃん、俺自分を励ませばいいんだもん、買っちゃったよ、いいぞパンチ、いいぞパンチって自分をさ。なるほど。それで家に帰ってきてちびちび飲んで、健康だったらいいじゃないかねとか言って寝るの。え、その片方のコンタクト落とした奥様とは、うん、関西で知り合ったんですか。そうそう、あのスポンサーさんという言い方はちょっといやらしいけどさ、うん、ほら全国と言われる、全国にさ応援団いるじゃない。いますね、うん、北海道に行ったら、まあ、いいジンギスカン食ってからカラオケかとかさ、うん、あいますね、福岡行ったらもつ鍋食ってからカラオケかとかさ、ね、で大阪オリックスだったから、はい、そこでの大阪の後援会長がいて、後援会長がパンチ君ね、休みの前の日は南で飲んで、うん、じゃなくてうちに来てうちの飯食って、うん、そしてゴロンと寝て、うん、そういうふうにしたらいいんじゃないかって言われて、うん、休みの前の日は必ず会長のところで飯食わしてもらって、寮にいたんですよね、うん、当時は、うん、そしてなんか行くたびになんかタイプだなっていう人がいてさ、うん、である日あの娘さんとお付き合いさせてくださいって言って突然言ったんですか。言ったらさ、いやちょあれは違うよっつって、うん、あれは中国の上海から留学に来てる女の子だよって、うちの娘はこっちだよって言われて、いやそっちはちょっとと思ってたあ、じゃあ娘さんと思って、うん、娘さんに声かける前に、うん、後援会長の人に娘さんだと思ってお付き合いさせてほしいって言ったんですか。黙ってさスリッパも並べたりさ、うん、ビール持ってきてさ、うん、無駄口叩かずにさ、うん、今思ったら日本語喋れなかったんだよあんまりねあ、中国の方なんですか。上海だからさ、だから動きもいいしさ、うん、いいねーと思ってて、うん、そしたら違うよって留学してんだよ、うん、それがきっかけで、うんうん、すごいっすね、うん、あの頃西宮の寮あったっすね、うん、あの鉄筋みたいな、うん、そうそうそう、あそこにいたんですよね。そうそうそう、うん、何年いたんですかあそこ。1年。そんで 2年で2年目から神戸に移ったから、あの寮が、うん、その時はもう交際が始まってたわけですよ。そうそうそう、そんで球団の人にはフォーカスフライデーとかでさ、うん、パンチが謎の中国人と大阪南をデートなんて言ったらさ嫌だから、あのこういう人ですっつって、あのシーズンオフに結婚しますのでって一応言ってね。あ、球団言ってたんですね、うんうん、用意はいいですね、うん、そういうちゃんと、うん、だから寮長にも、あの結婚する人なので中国の人なので今日の休みはあのあちらの方に行きますので、じゃあ内緒で俺は行かなかったことで、あ、じゃあそれでは堂々と行くタイプだったんですね、うんうん、だまあ社会人から行ってるしね。そういうことですね、大人っちゃうと、うん、しかも大学社会人ですもんね、うん、なんで寮にいんだぐらいですもんね、うんうん、なのでちょっと週に1回の休みは向こうに行ってこいなんつって、そこの夢だったのが川崎の水道局からいきなりトップリーグの手前の全日本に入っちゃって、うん、ドリックス入るわけじゃないですか、うん、じゃあその時になんていうんですかね、野球で一生食っていくとかそんな気じゃないんですね。そうだね、だから30までとにかくやってみようと、30からだったらやり直し効くじゃん、うん、そうですね、で30の時に1軍2軍行ったり来たりしてるようだったらけじめをつけなきゃなと思ったわけ、うん、だって熊谷組にいたらだよ、
給料が良くてボーナスもあって、あのプラスアルファのファイトマネーももらえて、安定がした生活でしょ。そうですよね。プロに行くっていうことはさ、お金を稼ぎに行くわけでしょ。そうですね。さらに、はい、でその稼ぎに行ったのが1年目が800、1200、1400、1200、1000万じゃさ、稼いだことにならないよね。確かに。でそんな時に大木監督が調べさせてもらったらね、パンチは 5,6 千万もらってると思ったら、お前1000万じゃねえかっつって、うん、中国人と結婚して子供もできて稼がなきゃいけないだろう、いろいろテレビの関係者で人に聞いたら、お前は芸能界でやっていく素質があるらしい、引退しろ。そうなんですか、うん、で、いやいやいや、え、僕テレビでやっていける素質はあるんですか。テレビ局の人はそう言ってる。素質あるんだったらいいじゃないですか、いつ辞めたって素質があるんだからって言ったら、パンチ若いな、引退は1年早くてもいけない、1年遅くてもいけない、タイミングが大切なんだ、今だ、ドーン、僕の服装ビビビビビって感じで、それで引退したわけなんだけど、本当ですか、うん、でもさ、よかったんだよ、1年遅かったらだよ、デーブが引退だろ、うん、原さんも引退でしょ、あ、そう、同じ年、マインさんも引退でしょ、うん、俺の記事なんかこんなだもん、いや、1年早かったから、原さんとかいればですね、うん、そうですね、だから大木監督、大木マジックだったわけよ、はあ、すごいマジックで、え、うん、そのはな1年目何年目まで上田さんですか。上田監督、土井監督、土井監督、土井監督、大木監督、あ、うん、あ、じゃあそ、土井さんって、うん、結構あの、うん、一郎つかなかったって誤解を受けてるじゃないですか、うん、僕らがしたらめちゃくちゃいい OB の先輩で、うん、だからね、俺もね、 今だったら仲良くうまくやれたんだけどさ、うん、あの若かったんだね。でさ、俺ももうちょっとずる賢くなればよかったんだよ、うん、例えばどういうことかっていうと、中畑さんが司会かなんかの中畑清の部屋かなんかで、うん、来年監督になる土井監督と俺の3人のトーク番組があったわけよ、うん、ね、はい、シーズンオフに、はい、今だったらだよ、土井監督のとこ行ってさ、トントン失礼します、佐藤でありますこちら、来年よろしくお願いしますなんて言ってさ、スパイじゃないけどさ、うん、あのオリックスはこういう感じでこういう感じでこういう感じでこうですから、なんてうまいこと言ってさあのこの話は長くなりそうなんで、要中畑さんを含めて僕が仕切っちゃいますからなんてさやれそうですけど、ね、でさ、今だったらさ、うん、やりゃよかったんだけど、あんまりそう近づいちゃい、あんまり踏み込んでもいけないと思ってたから、うん、土井監督も悪いんだよ、ちゃんと勉強してこなかったんだよ、もう突然監督の話があって、それで選手はあんまり知らずに番組に来ちゃったんですよ。そうだから佐藤義則さんと松永さんと門田さん、ブーマーと俺ぐらいしか知らないんだもん、だからあの油断してたっていうのあるんだよ、うん、それでさ、キャンプでさ、初日、うん、さあ石拾いから始めようなんつってさ、そしたらさ、みんなで、そうグローブにさ YG 土井とか入ってんだもん、しらけちゃうだって正直ね、ジャイアンツと阪急はさ、ライバルだったじゃん、それでみんなさ、かくあんってきちゃったわけよ、パリーグそういうの気にしますよね、それでさ、ミーティングやってもさ、選手の名前も知らないんだよね、あ、言えないわけだ、うん、それでさ、なあパンチって俺ばっか言うんだよ、うん、でこういう時はあれだよ、なあパンチってみんな俺のことばっか見ちゃうわけよ、うん、それでいけねえって今度思ったんだろうね、だからなあ、ベストナインな、松永やっぱベストナインっていいだろ、ゴールデングラブな、やっぱり選手としてはな、松永って、この松永さん言い出しちゃったらさ、ミーティング終わったら弓岡さんがテーブルひっくり返しちゃってさ、ベストライン俺も取ってんだって言ったら、もうそれからもうスタートからこけちゃったんだよ、あ、それまずかったですね、うん、そうだから、イチローの時も福本さんというね、大先輩がいるだろう、うん、太いバットを短く持って叩きつけるんだ、うん、なんでお前小指余してね、うん、こんな足上げて打ってんだって言ったら、イチローもさ、はいとかって、いや言うにさ、監督は2年3年で変わりますけど僕は変わりませんからとか言っちゃった、言っちゃったらさ、何それで打ってみろって言ったら、その日ノボからホームラン打ってんだよそれでも肉にも届かれちゃってさ、だからやっぱり最初から突っこけちゃったんだよ、まあ、みんながそういう空気になっちゃったんですね、もうだから一郎も言いたくなっちゃってたんですね、いきなり、だから次に来た大木監督はやりやすかっただろうし、また大木監督は全部調べてきたよ、あのコーチにさ、あの選手どうだって言うとコーチの気持ちが入っちゃうじゃん、あれなんですよとか、うん、ね、だから新聞記者を呼んで、うん、毎晩新聞記者と飲んで、うん、
や土井監督なんか飯なんか食っついてってくれなかったよってなるじゃん、土井監督が飲もうって言ってパリーグを盛り上げるにはどうしたらいいかななあ、オリックスはどうしたら盛り上がるかなって言ったらさ、ちゃんと平等じゃん記者は。そうですね、パンチですよやっぱりって、あれ守備は下手ですけど打ちますよと。そうかパンチかと、でいろいろ全部情報を得て、やっぱり頭いい人だったね。じゃあ土井さん時がちょっとね、でも土井さんが、3年やったんですか。そうそう、だからあの時は本当に嫌な3年間だったけど、今思ったら上田監督、土井監督、大木監督のことで講演会ができるから、あのいい勉強だったなと思うね。いや俺は好きだったんだよ、あの立教大学の時なんかもさ、イレギュラーでさ、歯に当たってさ、歯が抜けて血を流しながら、ま、守ってたっていう伝説のある人でさ、グローブなんかもさ、あの水に当時さ水につけて陰干しするとか、もったいないなんて土井さんそうだったらしいの。みたいですね、でさこういうグローブじゃなくて こんなになったらしいね。あそうですね、と俺たちのとやっぱり憧れじゃない、あの上級ですよね、高田さん柴田さん土井さん、それがさいきなりあれやっちゃったって感じ、みんなシューンとなっちゃってさ、もう初日からずっこけちゃったよ。はあ、おったね。ねえ、またあれくれもんですもんね、その今言ったメンバーも。そうだよ、もう特に阪急の人たち、怖かったですもんね、僕らが行ったってもう、まあ怖くはないけど、でも迫力あったよね。あったっすよ、でもさあの松永さん、キャンプの初日松永さんとキャッチボールだったのよ。パンチさんがですか。だからさ松永さんはあの高校中退したのかな、そんで用具係かなんかでさ、そっからどん底から来た人でしょ、その人がさキャンプの初日さニヤッと笑いながらさ、パンチキャッチボールやろうぜって言うからさ、うわー一番のくせ者だよと思ったわけ。はい、思いますよね、体もでっかくてさ、ニヤッと笑ってさ、イケメンですね。でさ練習今度終わって、トレーニングしていったらさ、あパンチ背中踏んでくれとかって言うわから、八松永って書いてる背中踏めって言うからさ、ソックス脱いだらさ、いいよそのままって言われてさ、失礼しますって言ったらさ、柔らかいのよ背中が、これがプロの筋肉なんだみたいな、ケツ踏んでくれ、あ柔らかいな、太もも、柔らかいな、痛いとか言ったらさ、急にキャーってなんか急にあんな柔らかいの硬くなってさ、これがプロなんだと思って、松永さんは一番いい人だったね。あそうですか、一番くせ者だと思ってたんだけど、もっとね松永さん松永さんって言ってね、いろいろあの学びたかったね。僕らは僕あのちょうど西本さんって人が、西武で中継ぎでたまに上上がる人いたんですけど、でその人とバッテリー組んで初球、お前久しぶりだろうあのマスクかぶんのって、配線キャッチャーで、はい初球空振りしてやるから1球取ったら楽になるよとか、いやかしなと思ってスライダーサイン出したら、満振りで空振りされたんですよ。真っすぐ行ったら絶対いい当たりはされてるんですよ。プロがこんなもんなんだと思ったの松永さんでした。こうやって騙すのが新人までって。いや松永さんはね、あのオリックスっていうのはさ、まあ阪急だね、みんなで飯食いに行ったりとかさ、ジャイアンツとかみたいにあの投手陣で行って一番金持ってるの払うとか、そういうもう個人個人だから。ああパリーグっぽいですね。もう個人個人そんな中で松永さんはある東京のスポンサーさんがいて、パンチちょろちょろ、いや安い人なんかちょろちょろ言ってんじゃねえぞって、このぐらいの人と付き合わなきゃダメだと思ってさ、焼肉連れてってくれたわけよ。その時にさ、生ビールで乾杯って言ったらさ、一口しか飲まないでさ、こんな飯で焼肉食ってスープも松永さん飲めねえのかなと思ったの、生ビール一口だけで、で思いっきり食ってさ、こっちは生ビール生みたいなさ、で今度六本木のクラブ行ったらさ、ピーナッツ一つも食わないであのウイスキー飲んでるのよ。そしたらさ、パンチ体を作るっていうのもプロの仕事だぞって言って、お前みたいに焼肉と生ビールなんかじゃいい体作れねえとか言って、食うときは食うんだよ、飲むときは飲むんだとか言ってさ、ピーナッツ一つもくらいで飲んでんだから、もう食べるだけでも君入れたからって、でもそうやって体作るんだっていうことと、あとねサンタクロース話あるんだよね、これあんまり言いたくないんだけどさ、聞きたいですね。ほら当時はさ、野球も二塁打賞とかさ、三塁打賞とかさ、
ホームラン賞とかもらえたじゃん。もらいましたね。でロッカーにさ山積みにしてるの。ああ、届けに届いてるんですね。ダブルプレー賞のトマトジュースなんていうのはさ、はい、みんなで飲むけどさ、うん、個人のあれは全部こう、なんで松永さん自慢みたいにさ、山盛りにしてるわけよ。どうだ、俺はこうやって這い上がってきたんだっていうのを見せてるのかなと思ってた。ほら、犬とか積み上がっちゃうんですね、あのクラスじゃ。で俺結婚してさ、ポットが壊れたからさ、松永さん、あのポットいただけませんかって言ったらさ、え、ああ、いいよとかって、ちょっと渋ったわけ。ケチだな、ね、ポットぐらいよと思ったの。そしたらさ、次の日マネージャーがさ、パンチ、松永から商品もらうなとか言うからさ、だってあんなあるんだからいいんじゃないですか、ポットぐらいって言ったら、バカ野郎、あれはシーズンオフに松永がサンタクロースとなって施設をあの訪問するときに配るやつなんだよなんて言われてさ、そんなポットもらっちゃったよと思ってさ、買いづらいですよね。あ、かっこいいね。かっこいいですね。それは福本さんから受け継いだらしいんだよね。はあ、俺はもう引退だから次は松がやれって言って、まだまだあるんだけどさ、この講演会ネタなんてこの辺にしとくね。すごいですね。すごいよ松永さんは。パンチよ、俺はよ1年目テスト制で入って、うん、肘怪我して治療費払えなくて領収書持って行ってね、契約交渉の時にこれなんとかお願いできませんかって言ったら、何、海のものだか、あの海のものだか山のものだかって分からねえ北九州の田舎者に払えるかバカ野郎とかって言われたんだって、くそーと思って頑張って、おいから松永さん最後は松永さんと呼ばしたよなんて、おいこら松永さんってそういう人なのね。かっこいいですね。かっこいいね。だからくせ者に見えたんだけどさ、見えますよね。見えるんだよ、あれが強くて。ああ、ね、イチローは何年やったんですか。イチローはね3年かな。あれそのさっき土井さんに言った感じの子なんですか、うん、あのイチローって。そうだね、ぶっきらぼな言い方だよね。あの監督は2年3年に1回変わりますけど、僕は変わりませんからって。うん、パンチさんとは結構付き合ったんですか、野手だから外野だし、ロッカーも隣同士だったし、うん、そのなんていうかな、自分で言うのはおこがましいんだけど、うん、俺パンチで人気あったでしょ、うん、でもさ大阪新大阪行ったりさ、うん、伊丹空港行くとさ記者が来るじゃん、うん、そうするとさみんな先輩方がさわーって俺から離れて一人ぼっちになっちゃうのよ、うん、ところがヤクルト逆じゃん、うん、例えばギャオスに取材が来たらみんな来るじゃん、うん、そうですね、って、うん、で彼ら頭いいから次第のあれが消えたらバラバラになるけど、オリックスは逆でさ、うん、こうやってみんな喋ってたのにさわーって来るとみんなさなんかすごく寂しい思いしたから、ね、だからイチローがあの時みんなさーって行くからさ、うん、わざとこうえいしなんつってあのパンチイチローっていうこともあったし、うん、だから俺に関してはいろいろ気使ってくれたなって思ってくれてんじゃない、うん、あの引退の時にユニフォームくださいって言うからさ、うん、取り替えくしようっていう仲だったから、うん、だからって言って携帯もメールも知らないよ、うん、でもあの時パンチさん寄り添ってくれたなとは思ってくれてるとは思うけどね。物が違ったっすか。違うよ俺たちの場合ほらユニフォームの着こなしとかさ、うん、もう走ってるだけで分かるじゃん。あ、そうですね、確かに。名電から鈴木一郎っていうのが入ってきた噂はすぐ耳に入るね、うん、外野手だ、いやピッチャーだろ、いやピッチャーなんだけど外野手登録らしいよ、やだな、そうですね、右投げ左打ちでしょ、うん、結構いいらしいよ、いや右投げ左打ちでしょ、うん、一応すごいらしいよ、右投げ左打ちでしょ、うん、でも彼は高校から、俺は大学社会人オールジャパンプロだから、うん、7、8年はって思ってたわけ、うん、で初めてキャンプで会いましたよ。足も細いし体も細いしケツも小さいな、まだまだ子供ですよ、ね、51番うんうんと思ってたら陸上競技を走り出したらさ、あ、みんなっていうような走りなわけよ、うん、動物みたいな、ね、うん、そんでキャッチボールやったらさピューピューピューみんなもうこれすげえぞと思って、そのバッティング行くまでに、うん、でウサギとカメで言うとさ、俺はカメだから、はい、みんながウサギが昼寝してるところをこう来てプロになった男だから、俺はカメだと思ってたわけ。
で、イチローはウサギ、はい、昼寝をしないウサギなんだよ、これが立ちが悪いんだよ、だから努力するんだよ、はい、あれが努力されちゃこっちはもうね、はい、だからもうすぐに追い抜かれちゃったね、はい、うん、もうすぐだったんですか、うん、だって夜の12時ぐらいからバッティング練習するでしょ、カーンカーン音聞こえてきてさ、寮でですね、うん、もう1時2時になると今度マシーンのガチャンガチャンって、え、夜中ですか、夜中やってんだよ、へえ、だってナイターだからさ、あ、試合終わって帰ってきてですね、だから例えば極端な話、朝の5時に寝てもさ、うん、12時まで寝れるからさ、うん、7時間寝れるわけよ、なるほど、だ逆算してるんだよあれ、はあ、すごかったね、へえ、努力の人だね、へえ、うん、その野茂とかは近鉄と阪急だ、うん、まあ、オリックスじゃないですか、うん、やってないじゃないですか、トップリーグで行ったか、あ、ま、全日本でいただけなんですか、一緒に、いや、やってたよ、やったよ、一緒にプレーしましたよ、あ、いや、合併、あ、そうか、近鉄とだ、うん、あ、どんな、あれちょっと僕も、うん、臨時コーチで野茂が、うん、どっか来た時、僕ちょうど編成やってて行ったら、うん、全然俺のこと気がついてなくて、うんうん、っていうか、あ、変わってんだなと思って、同じ B 型だよあ、マイゴーイングマイウェイなんですね、そうだね、そんなタイプでした、うん、でもやっぱり頑固なところがあったんじゃないかな、あのホームを直さないっていうね、うん、え、オリックス、え、オリックスの投げました、近鉄ニューヨークだけじゃなかったですかね、オリックス投げたんですね、いや、近鉄バファローズだもん、ノモ、アワノ、ね、高柳だとか、敵チームってことですか、敵チーム、あ、そうですよね、加藤、あ、そうですよね、じゃ金村さん、大石大二郎さん、えぐい時代ですね、マキシーさん、うん、村上、新井さん、新井さん、羽田さん、 あと何だっけ、あのブライアント、ああ、うん、そうっすよね、阪急、うん、ってじゃあその頃、やさっき言った田口とかまだ入ってないんですか、田口もは俺の翌年入ってきた、あ、うん、やっぱじゃあ面白かったっすね、あの頃のパ・リーグは西武が強いとはいえ、あ、各球団、そうだよ、ちょっと話戻したいんですけど、うん、パンチさんが通常、うん、まあ、大学行って、うん、やられるかやられないか、そのこの感じだとやられる感じなんですか、やられないタイプだったんですか、1年生の時、1年生それやられるタイプだよ、やられますか、うん、ただね、これはね、やられたやられないとかアジア連覇がきつかったっていう話の前に、うん、しょうがないっていうかね、うん、まあ、デイブはあの西武行ったけどだよ、うん、例えば好きな大学行かせてやるよっつったらさ、うん、慶応早稲田行きたい、ね、明治行きたかった、明治行きたいね、ああ、やっぱり東京六大学でしょ、六大学だね、ああ、そこに行けなかった人たちが、うん、駒沢とか青山学院とか、うん、専修大学とかさ、うん、中央大学とかさ、うん、それに行けなかったのがアジアなんだよ、ああ、うん、まず当時はですね、そうじゃ、だからブリキ軍団って言われてて、うん、要は東京六大学の連中はもう金だと、ああ、金やプラチナだと、ああ、奴らはあの磨かなくても、うん、いつも光ってんだと、うん、でアジア大学はブリキだと、うん、ブリキは常にピンピンに尖らして磨いておかないと錆びちゃうんだと、うん、ただお前たちはブリキだよ、チクって一差ししかできないんだと、うん、ブリキだから二差しもできないんだと、なるほど、でだからあのその一差しできるように練習しようっていう教えだったわけ、その一差しというのは完封しろだとか、うん、ホームラン打てとかじゃなくて、あのデッドボールで勝ったなとか、なるほど、あのバックホーム刺したので勝ったなとか、うん、そういう人差しできるように、やっていこうっていうのがアジア大学の教えだったわけで、もうちょっと、まあ、野球マニアの人も聞いてるから言うと、うん、俺大学1年生の時さ、紅白戦かなんかでさ、うん、2アウト2塁でホームでアウトになったの、うん、わーっとなっちゃったと思ったら、うん、シュガーとか言ってさ、みんなホームベースのとこに100人が集まるわけよ、なんでアウトになったのそんなに悪いのかなと思ったらさ、そうね、佐藤今は間一髪じゃないかと、うん、間一髪セーフ、間一髪アウト、先陳したらどれくらいだって言うからさ、これくらいだったと思います、ね、うん、じゃあなんでこれだけのリードがセカンドでできなかったんだって、難しいかこれだけのリードはって、難しくないよね、難しくないですね、で言ってる意味分かる、意味分かりますかね皆さん、分かりますね、うん、あとセーフ間一髪はこれでですもんね、うん、
だからこのリードは大きくできるように、またこれぐらいちょっとスタートが良くなるように、はい、サードベース蹴った時にこれだけキュッと曲がったらセーフなんだ、これがアジア大学かで、それで学んだもんだから、はい、それからその1年生のあのプレーからプロ引退するまで2アウト2塁でアウトことになったことないんだよ。すごい。だそういう大学だったから、はあ、それはやっぱり厳しくもなるよね、うん、いい教えですね、うん、だからデーブ君やいろんなところで、この間は武田君だったから、うん、明治、うん、槙原さんは広沢さんがなんかゲスト呼んでたけどさ、いや明治がきついってね、いやそのきつさが違うよね、あのそのやっぱりやあの違うんだよ、こっちのブリキ軍団の練習とは寮生活は違うんだ、全然レベルが、はあ、違うんだ、言い切れるぐらい違うんですね、違うんですよ。確かに巨人軍の先輩から厳しさ聞くのと、うん、パリーグの人たちの入ったのやっぱ違いますもんね。だどんな番組かってチラッて見たら、武田君がなんか先輩から新橋に中華料理食わしてくれたとかさ、そんなないもんないもん。だってそんな先輩だって金がないから飲みに連れてってもらったのがないもん、そんなのブリキ軍団、ブリキ軍団はないもん、うん、せいぜいさ誕生日の時にトーストパーティーだよ、トーストパーティーって部屋でチーンって トーストでさ、マーガリン塗ってさ、あの今日は誕生日だからってあんこかなんかやってさ、トーストパーティーいただきますとか言ってさ、何が新宿だよ、新橋で回る中華だよ、ないんだから、うん、そんな違うんすよ、違うんだよ。だからそのなんていうかな、バツさんから見たら、うん、何が明治できつかっただんだってわけですね、うん、それで4年生とかになると、あの近所の中華料理屋さん、いわゆる町中華とかさ、はい、ぐらい連れてってやらないとかっこ悪いじゃん。でお金ないじゃん、だからおふくろに交渉したんだよ、はい、お母さん試合でヒット打ったら2,000円、二塁打だったら5,000円、三塁打だったら7,500円、ホームランだったら10,000円くれって言ったわけ。だからさ、おふくろも二つ返事で分かった、打ちなさいって言うわけ、だからさカーンとかが右中間左中間打ったらさ、二塁打5,000円でしょ、三塁打7,500円だよ、もうほら三塁で走るわけだよ。だからもう伝説でさ、佐藤はセカンドベースを蹴ってから速くなるなんて、こっちはもう必死だよ。それで金貯めて後輩にお飯食い行くぞなんて言ってさ、それがアジア大学よ、半端じゃないですね。でさ、こんな時があったよ、バッティングピッチャーがいてさ、投げてくれるピッチャー、はい、右と左のピッチャーがいたからさ、アジアの時ですね、あのその後輩にさ、そうやって貯めたお金でさ、あの寿司食いに行くぞっつってさ、その寿司だってだよ、納豆巻き、カッパ巻き、鉄火巻き食ってから上の握り、もちろん、うん、そしてうな重っていう、そこからうな重、うん、だその必死で食べたお金でさ、うん、である日その2人1年生連れて行ってガラガラって開けたらさ、うん、内田監督とさ、うん、柳ヶ浦高校のもう大御坊久志監督っていうね、はい、もう PL の中村監督とはまた違うラインのすごい大御坊久志監督っていうのがいてさ、ああその店にですね、うん、寿司屋にさ、うん、で内田監督がさ、何しに来たんぞとか言うから、いやあのバッティングピッチャーでいつも投げてもらってたので、ちょっと待ってください、内田監督はどこ出身、広島商業、うん、だからそんな喋り方、うん、何しに来たんだとか言うからバッティングピッチャーをいつも投げてもらってるんで寿司をっつったら、その大御坊監督はさ、はぁ、い、はぁはぁ大したもんだ、はぁはぁはぁってさすがアジア大学のキャプテンだ、はぁはぁ俺がご馳走する、好きなだけ食えってさ、しまーすってさ、はぁはぁはぁ、それがアジア大学だから違うんだよ、何丸いテーブルでこうやって明治はね、何言ってんだよ呼び出されて中華はないわけだ、そんなのないよ、丸いテーブルじゃないんだから、一福っていう町中華だから、うん、ニラ炒めとさ生姜焼き定食で王様マヨネーズなんてさ
違うんだから。で僕アジアの小なんかアジア大学 の、うん、その地域の成人式公演行ったんですけど、うん、もうすごい山じゃないですか。そうだよ、うん、でアジアの子らも来てました、成人式に公演来てたっていうのは良くなった時で、うん、俺たちなんか成人式なんか行かないもん。ないんですよ、うん、これはまああのピカイチ名古屋チャンネルでも言っちゃったんだけども、成人式っていうのもないぐらい頭にないぐらいそんな休みないんだもん。で ある日だよ、4年生、うん、2年生か3年生か成人の時だね、はい、1校以内先輩いたから2年か3年だったと思うんだけど、あの朝マネージャーがさ、はい、ジャージでいいんで、あの朝9時にバックネット裏に集合、ジャージでいいのでバックネット裏に集合とか言うからさ、なんだなんだって言ったらさ、餅つきなのよ。それで内田監督がさ、今日は成人式ぞ、餅食うぞとかって言うわけ。はとか言ってさ、あで、あ内田監督から急にすか、うん、でウッチって言ってたわけ裏では。うん、なんだウッチもちょっと柔軟になったななんて言うのがさ、で、あの餅ついてたわけよ。でさ、よく考えたらこれ昼から練習って言いそうだなって言ってさ、あ1年変われなって言ってたら、1年がやってたらさ、なんぞ成人のものがつけとか言うからさ、こんなでさ、でさ、あのがペタンとかやってたら、うん、さ、これよ、もしかしたら練習休みかもよ、うちのことだからやるぜとか、あのやってるわけでやるかな、あの顔笑ってるぜなんてさ、やってるわけで、餅食い始めたらさ、これよ、あの練習って言われるかもしれないけど、あんまり食わないでおこうぜとか、成人のもの何しとるぞ、食わんかとか言うからさ、これ練習ねえぞ天野なんて言ったらさ、やるってとか言ってさ、ねえよ、うち笑ってるぞって笑ってるわけ。食っちゃう食っちゃうって食ってるさ、へえーってやったらさ、よし1時から練習ぞと、出たよ勝ってねえなうちよなんて言ってさ、いつものようにランニングから始まってさ、分かってねえよなーなんつって、ほんでキャッチボールとスバッティングしたら、シューとか言って、なんだと思って、バッ、上級生が成人のものにノックしてやれ。でで鳥300、今日はそれで練習終わりって言うから、鳥300でも楽だからさ、これで終わりだ、うん、やったー、299 298 297なんてやってさ、300なんて言って、ああで真っ黒になったユニフォームで撮ったのが成人式の写真。はあ、うんうん、それはピカイチ名古屋チャンネルからなんか抜き取ってそうですね、うん、そういうあれだから、あ、うん、すごい団体ですね、その結束力ですね。そこまでしないとやっぱりね、人差し立川さんと同年ぐらいですか、その内田監督ってのは。いや、もっと上よ。あ、全然上なんですか。うん、全然上、うん、大下さんとかもそのより上ぐらいなんですね。あ、じゃあすごいですもんね、広島の人で。大下さんのちょっと下じゃないというのは、東映で大下さんがセカンドで大橋さんがショートだったから、大橋さんと一緒だから。あ、うん、あ、大橋さんもともとアジアです、うん、いや、アジアから東映だったんですね、うん、大下さんもね、あの 広島、うん、と思うけど東映なんですもんね、うん、で大橋さんっていうのはさ、ある日雨の時さ、あの三遊間のぐちゃぐちゃのところをパーッと取ったんだって。でさ、ボール吹いてから投げたって人だから肩強いから、うん、だからいつもね、ベロこうやってんの。だからニックネームはペロっていうの。本当ですか。見てみな、写真とか来てるから。本当ですか。本当だって。大橋さんも怖そうでしたかね、僕らがしたら。いや、見てな、大橋ユニとかって、これ絶対ベロ出してんだから。本当ですか。あ、本当だ。ベロ出してるよ。ほら、出してんだよ。出してるんだよ。ベロ出してる。いつもベロ出してんだから。本当だ。すごいんだ、大橋さんは。本当っすね、うん、大橋さんまだ元気なんですか。うん、台湾行ったりいろいろしてたけど今は分からないけどね。だからね、あのアジア大学を4年間やった人は野球部、うん、レギュラーでもレギュラーじゃなくても4年間頑張った人はどんな仕事もできるっていうふうに先輩に言われてて、うん、みんないいとこ就職してるよね。は、うん、その明治をなんていうんだ、明治もすごいってみんな噂っていうか分かってて、うん、それどこじゃなかったんですか、ね、違う違う、あのはっきり言って違うね、うん、それは明治の練習参加したわけじゃないけど、社会人野球になって
明治だったり駒沢だったり、ね、話聞くと、えそんな休みあったのとか、新宿行ったのとかってトーストパーティーだからレバニラ炒めだから、うん、よくてですね、よくて何が丸いテーブルだと思って見てたよ武田くんつって、うん、あのピカイチャンネルの時の写真に、うん、天野さんとパンツさんが坊主頭で写ってる、うん、あれ、うん、変わんないですねパンツさんも天野さんも、まあちょっともう白髪になっちゃったけどね、なんだけど変わんない、うんうん、だそれが今思い出話で飲めるからいいよね、うん、野球自体は、うん、そのパンツさんバッティングはどういう考えてたんですか、そのタイミングなのが大事なことって何だったんですか、うん、僕パンツさんの、まあ、45番っていうのもあって、うん、背番号僕も45だったから、この人はそのなんていうの笑いだけじゃなくて、うん、バッティング好きだったんですよね。なんでドラフト1位かって言ったら、うん、ホームランバッターじゃないでしょ、うん、守備も足も大したことないでしょ、なんでかって言ったらチャンスに打つからだったんだよ、うんうん、だからこれはね、あの今だから言うけど、うん、例えば都市対抗野球って知ってるよね。知ってます。2週間後に行われる都市対抗野球だよ、はい、初戦だよ。熊谷組っていうのはね、いつもお金でね1回戦目のナイタバコを買うのそうそう、だからバブルだから、はい、だって一番客が入るんだから、はい、初日のナイター枠、はい、はい、初日のナイター枠、はい、じゃあ熊谷組さんにお金入札みたいなのがあるんですね。だから事実上の決勝戦みたいになっちゃうわけよ、うん、あの1年目は松下電器、塩崎とかいたんですよ、うん、で2年目はあのそれこそ日産だったんだけど、うん、要は2週間後にもう予選もあの組み合わせも決まってる日産自動車とさ、オープン戦ですよ、うん、手の内も見せたくないじゃない、はい、で日産自動車は久保さんっていうピッチャーのね、左のね、はいはい、ちょっとスリークォーターから投げる球は遅いんだけど、カーブスライダーシュートという、うん、あの人が日産のエースか、都市対抗でさ必ず投げてくる、うん、でそこで俺は監督に言ったの、あの久保田監督、今日僕4打数4三振しますので、あの変えないでくださいって言って、なんでだって言うから、いや、うん、あのそれはあの後ほどって言って、で久保さんのさ球筋見たかったわけ、うん、だからさピッチングしてる時にさわざとさボール反らしたりしてさ取りに行くふりしてさ、うん、キャッチャーの後ろ通ってさこう見たりとかさ、うん、ションベン行くふりしてさこのキャッチャーの後ろ通ってこう球筋を見たわけよ、はい、そしたらさまずこうインコースにシュート気味でファウルにさせるんだね、はい、で勝負はカーブとかスライダーでって言うタイプなんだろうなと思って、あとはバッターボックスをどこに立つかだなっていうことで、その4打席はわざと三振してそれを測ってたわけ、はい、わざとバット短く持ってさシュートみたいなガーってチクシャーなんて言いながら、ほんでハハなんて言ってオーバーにシャミやってきてたんですね。そうだね。そして立つ位置はあそこ、バットあのぐらいの長さに持って、うんうん、そしてあれを打つって決めて都市対抗の初戦ですよ、はい、5打数4安打かなんか打ってんだから、はい、だからプロと違ってさ社会人はそういうビッグゲームで打ちゃいい話じゃない。そうですね。だからそういうことでいろんなピッチャー、まあ、研究だよね、うん、あこうでああでってそういうタイプだったと思う。で例えばイラブ、はい、イラブなんかはさストレート打てないよ、はい、フォークボールだって打てない、うん、でもカーブだったら打てるわけ。そうだそうですね、うん、まあ、めっちゃ投げないけど、うん、まあ、本当に普通のカーブですよね、うん、だからずーっとこうやってベンチで見てるとさベルトより上にグローブがあるとまっすぐ、うん、下だとカーブ、バックル付近でモコモコやってるとフォークボールなんだよね、うん、でそれであのカーブはベルトより下のとこカーブだろ、どんなカーブかなって記者席に裏行ってさあのユニフォーム脱いでさあのカーブだったら熊野さんがあそこに立ってるってあれだから、うん、松永さんがあれで門田さんがだからあの辺に立つったらいいんだろうなだとかさ、うん、そして狙い撃ちしてたっていうのあるね、うんうん、ミーティングとかはオリックスはやったんです、うん、結構多いんですか、そのピッチャーの攻略とかのミーティングはあんまりやんないんですか、イケイケ個人でやるんですか、その今の聞くと あのねデータ的なものはあんまないね、なんかね、うん、個人個人でやるようなチームに見えてたっすもんね、うんうんうん、だから松永さんなんかは次の投げるピッチャーのビデオを
貸してくれって言って、うん、前の日こうやって見てたらしい、うん、そうでしょうね、うん、だからチームでやってる空気ないですよね。ない。ただそのサイン盗みは当時あれだったから、うん、あのセカンドランナーでこうやっているとさ、こっちから出たらまっすぐとかさ、こうやったらカーブとかさ、ああなるほど、うん、それであのフォークボールだったらさ、おちんちんをこうやってもみもみするのね。なるほど。で加藤さんバッターだったのよ、フォークボールだってもみもみもみフォークボールですもみもみもみっておちんちんをあれしたらさ、勝田さんさフォークボールの時前に来るのよ、はい、前に歩きながらガーッて言ったらバーッとまっすぐだったわけ。そしたらクラルーキーなんてさ、セカンドに歩いてくるんだからと、わかりません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 ともうわからないサインでさ、そういうのはあったけどね。あ、当時良かったんですかね。当時良かった、うん、良かったっていうかそんな言われなかった。あ、それをこうかわうまくごまかしながらやるのが野球だったんでしょうね。そうだった、ね、だからそういう、例えば塩崎君なんかの時はやっぱり門田さんの真似して前に歩きながらシンカーを打ったとか、そういう研究はしてたよね。じゃあやっぱり勢いで打ったんじゃないですね、その、うん、チャンスが強いっつっても、うん、そうだね、なんかタイミングだけとかじゃないんですよね、うんうん、それとなんていうかな、小さい時に湯豆腐の話じゃないけどさ、うん、もう一人のパンチがメンタルをコントロールできるっていうのあるんじゃないかな。例えばさ、ピンチヒッターパンチって言ったらさ、ギュッとこうなんていうかな、だから力以上のものを出せちゃうっていうところが、そういう人ですよね、うん、だと思うね、うん、いますね、そういう選手、うん、バッティング練習見てもすとこどっこいなのに試合行ったらガチーみたいなね、うん、だから西武だったら大塚君がそんなタイプじゃない。あ、そうでしたね、日本シリーズでさ、トンタンと打って大して打ってないのにな、パームでずっといたみたいなやつが、うんうん、そういう感じじゃないかな、あ、パンチだって落ち込む時あるんですか。さっき言ったサウナとかで解消するって言ったけど、なんかでそのじゃあファーム入ってすぐファームにも落ちたりしてませんでした。したよ、ほとんど逃げんだよ、ね、どうやってたんですか。やっぱその時もサウナですか。だからもう一人の自分がいたんじゃない、自己対話じゃないけど、うんうん、プロ野球に入れたんだ、川崎水道局から入れたんだ、うん、あのこんな幸せなことないじゃないかとかって自分で盛り上げてたんじゃないかな、うん、2軍でいてもその辺の近所の居酒屋とか行っても頼みしめたんですね、うん、切り替えができちゃう人だったんですね。こんなとこで飲んでんじゃないんですもんね、うん、そうだね、うん、あの基本的にね、今でもお酒飲むときマイナストークしないね。やっぱしその人が運気が来るんです、うんうんうん、そうそうそう、マイナストークしない、ね、マイナストーク、人の悪口言ってる人と、ね、うん、飲まないもん、目も合わせない方がいいって言うんですもんね。そうで面白いのはさ、人の悪口言ってたりさ、マイナストークしてるとさ、あの酔わないんだよね、楽しくて。ただ次の日酔ってんだよ、2日で、ね、楽しい酒はさ、すぐ酔っちゃってさ、そうですね、次の日爽やかなんだよね、ぐちぐち言わないね。今はじゃあ今のパンチさんの楽しみは何ですか、現在。今の楽しみはね、毎日がね楽しい。例えば今日は娘が入籍したね、うん、その彼っていうか旦那が家に来るから、うん、すき焼きなのね、うん、だから帰ってすき焼きなんですね。だから今日もさ、デイブとのこの仕事を楽しんで、うん、今何時 ?3時15分、まだ大丈夫だね、はい、あのいい仕事して帰って、 やつと一緒に飲みながらすき焼き食いてえなっていうのがまず今日の楽しみで、明日の楽しみは週に1回のイカスミのパスタの日なのね。明日イカスミパスタ食べれるぞって言って。どこで食べるんですか。いや自由が丘、あそこに行く日なんですか。行く日なの、週に1回。じゃあ楽しみないです。そう、それはもう楽しみなの。それお昼ですか。お昼で、次の日は7月1日は、はい、あの奥さんと新宿でランチを行って、はい、あの伊勢丹かなんかで、あのセールだから、なんかあればなって楽しいし、うん、で夜は小杉から上尾に行って、あの BC リーグ の翌日の武蔵ヒートベアーズのマイクパフォーマンスやるから、はい、あの前乗りするんだけど、一人部屋でかっぱえびせんでも食いながら、おちんちんポリポリしながらビール楽しいねとかって、思うし、で2日はマイクパフォーマンスで何言おうかなって楽しみだし、で次の日の日曜日は何もないから、あ何しようかなとかって、そういう楽しみは。でも僕も似てますね、感性、うん、似てます、うん、あの例えば寿司三昧の出前取ろうかなって思ってるだけでもワクワクしてくる、うんうん、そうだね。寿司三昧も俺行くよ。あ、うまいですもんね、うんうん、
いつもね、イワシ10貫からの。え、うん、俺ね、寿司三昧はね、イワシとね、マグロしか食わないの。嫌な客だね。で、イワシとマグロはありだよね。ありです。うん、イワシ、まあ、10貫頼んじゃうんですか。頼んじゃう。10貫。それから、つまみは頼まずにもイワシ10貫。だから、夜行かないから。ああ、そっか、うん。ランチでもイワシ10貫。うん、そして、マグロとか鉄火巻きとかずらっと、はあ、マグロ尽くし、うん、25巻から30巻ぐらい食うよね全部、はい、ああでも昼だから太んないですよね。そうそう、夜は例えば行ったとしても刺身だけだね。ああでも飲むだけです、うん、飲むお酒何が好きなんですか。焼酎ですか。そのメニューによって違うけど。ああかっこいいですね。でも大体350の缶ビール2本と、はあ、ワイン1本。あ1本飲んじゃいますワイン、うんうん、家で毎日。いやすいません、ワインってイメージじゃなかったです。だから焼酎か日本酒みたいな。うん、大体そんな感じ。ワインですか。うん、だけど奥さんが今日肉じゃが作ったって肉じゃがとワインじゃないね。あそしたら焼酎だよね。あ、うん、あでも似てる、うん。食結構絡んでます僕も、うん。終わって今日はあれ飯うちの店行って、うん、ケチャップ焼きなんだよなとかって考えてると、うん、例えば夜しんどい子、うん、遅い時間になっちゃってどうしても。うん、仕事やってると、うん、わでも明日ケチャップ焼きで飲めるみたいな、うん、でちょっとこう気が軽くなったり、だから金の時計や金の指輪から金のネックレースから洋服からもう買うもの買っちゃったから。そうですよね、うん、だからあんまりもう特に高いものを買う必要ないから。そうですよね、食べるがね。でも昼ですからね、うん、やっぱり食べるっていうことに興味がない人はダメだな、うん、そう思いますね、うん、何でもいいとかさ、うんうん、食べたいものありますもんね、うん、だ結婚して31年だけど何食べたい何でもいいなんて言ったことないもんね。あ、うん、ガスミパスタだどうとか、うんうん、おでん食いてえなとか、ね、決まるわけですよ、ね、うん、おでん食べたいから卵3個なとかさ。じゃあもうこれからの仕事っていうのは今の暮らしでいいわけですね、うん、なんかそう今はセールスになっちゃうんだけど、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイトっていう YouTube でしょ、で FM 立川のルミとパンチのほろ酔い酒場っていうラジオ、良さげだなそれ。だからデブ君も取材したベースボールマガジンの、はい、コーナーが軸で、あとは講演会だね、やっと今あちょっと戻ってきたっすね。確かに、うん、だからこれでもう十分だよ。そうですね、僕も一昨日かな、うん、栃木行って、うん、こうやってきました。元気配達人からのメッセージということでさ、最初に言ったようになんか元気になってもらえるなっていう気持ちで。そうですね、うん、なんか講演とかって呼ばれると必要とされてるって思える自分も、うん、ちょっとね、うん、あ良くて、うん、今後僕らも、うん、本当もうおじいちゃんになっていくわけじゃないですか、うん、そんな先じゃないと思うんですよ、うん、その死んだ時にどういう自分だったら納得できそうですか。今振り返って僕一回死にかけた時、うん、悔いがない大久保よく頑張ったお前今日よく頑張ったぞって死んでいきたいっていうのをずっと思って毎日暮らしたんですよ、うんうん、死ぬ時に、うん、だ本当にその時が来ちゃったんですよね、うん、意識がーってお前よく頑張ったよ、うん、でよく頑張ったって、うん、何の悔いもないこともやったぞって自分のこう、うん、上から見えたんですよね体が、うんうん、あただ葬式あそこで出せとか、うん、あ火葬場あそこで燃やしてくれっていうのを息子に言わないちゃったなっていうだけが残ったんですよ、うんうん、だからでもただそこでもうあんまり物欲とかがなくなってきて、うん、神様か仏様がいらないって言って俺、うん、心臓がこう止まりかけたのかと思って、うん、まだ悩んでるんですけど、うん、だからこそ人を笑わしたいとか、うん、なんか野球選手って野球聞きに来る時はもううざかったんですよ、うん、店に来ても、うん、飲んどけよもうみたいな、うん、でもそれって僕らの役目じゃないなって、うん、来てくれて、うん、野球の話をすることが、うんこの人たちは僕してほしいことなんだっての、うん、あ分かってんだけど、うん、心からちょっと分かるようになってだそれを続けていくことかなとか思ってんですよね。パンツは何ですか。俺はねまず芸能界に入った時に、うん、解説者じゃないでしょ、うん、お笑い芸人じゃないでしょ、うん、俳優じゃないでしょ、うん、どういう位置で頑張っていこうと思った時に街でこうインタビューしてたらあるおばさんがあなた野球選手のパンチさんでしょ、うん、あなたテレビで見るとねなんかあなたから元気もらえちゃうのよ頑張ってって言われたから、うん、あじゃあ元気配達人で行こうと。だからラーメン食べる時も、うん、ラーメン食べてうまいじゃなくて俺が帰った後に親父さんがさいや昨日パンチ君が来てさ元気もらったぜとかね、うん、で1年後にさちょうど1年前だよサイン見てみない1年前パンチ君に来てよ元気もらったよって10年後にさ、うん、ちょうど10年前だよあのパンチ君に元気もらってなんとか10年やってるよって言われるたらラーメン
食べて終わりじゃなくて、うん、元気を配達するっていう講演会もそうだし、元気配達人で来たの。たださ、50今年8でしょ、うん、58になって元気配達人です、元気配達します、元気をなんて言ったらさ、あ、暑苦しい親父になっちゃうからそんなことないだから数年前に元気配達人というのをやめたの、うんうん、もう引退、うん、そこはその名前、うん、ネーミングはですね、うん、元気なおじさん、うん、っていうの、元気なおじさんっていうことをテーマに生きてきてて、はい、朝の散歩もそうだけど、うん、とにかく元気でいよう、元気なおじさん、かっこいいおじさん、元気なおじさんで、誰かが元気もらいましたって言ったら、あれ僕別に配達したわけじゃないんだけど、元気になったらよかったねって言われるように、うん、元気なおじさんを目指してるのね、うん、今日死んでもね悔いはない。あ、分かる、うん、だからあのかっこつけた話じゃないけど、うん、プロ芸能界って富士山のてっぺんまで行ってないよ、行ってないけどいい景色見てきたよ、うん、そうですよね、うん、いい景色見てきた、うん、だから奥さんにも娘にも言ったんだけど、うん、パパはもうね頂上さらに上はもう目指さないと、うん、もうゆっくりゆっくり下山するからさ、うん、ってゆっくりゆっくり健康でゆっくりゆっくりかっこよく、うん、ゆっくりゆっくり下山していく、あのドーンって言ったらそんなになっちゃうから、そうですね、だから今ねゆっくりゆっくり下山中なの。だから今ガンだとかさ、なんか言われてもああ来たかっていうぐらい俺悔いはないね。悔いなさそうですもん、ないですもんね。悔いないね。だから娘も入籍したけど孫の顔が見たいとかない。あ、うん、あのう、ね、ほら一軍半の野球選手とさ中国人が結婚したわけでしょ。口には言わないけどほとんどの人がうまくいくのか番地お前って思ってたと思うんだけど、31年こうしてきて娘も立派に育ったし、一人娘なんですか。そうだから、なんていうかな、パパとママが旅行中2人飛行機で墜落して死んでも一人で生きていけるようにっていうことで、空手の黒帯取ったら門限なしって取ったしさ、取っちゃったんですか、うん、で中国語も喋れるように喋れるし、うん、今も会社立ち上げて、うん、もう悔いはないですよ。でも、うん、もう最高の青年連れてきたから、うん、あ、孫なんかどうぞもうやってくださいよ、うん、好きっていう感じだね。お知らせいっぱいもらってるわけですね、うん、もうなんか僕たちは完全燃焼しましたって感じ、もう娘に関しては、うん、だからお嫁に行かれたっていうよりも息子が来たって感じなの。あ、いいな、それいいですね、うん、あ、確かにそれあるかも。僕下の一番下の娘の旦那は、うん、あ、結婚したので転移してるんですけど、うん、向こうにはなってないけど、うん、本当俺らの仲間が一人増えたみたいなのありますよね、うん、理想通りのね、おふくろは親父に代わって内職パート、最後給食のおばさん大車輪で働いてくれた、車でいうとダンプカーみたいなおふくろで、そうだったんですか、うん、で俺は三菱のパジェロみたいな 4WD でしょ、うん、で奥さんは体細いけども中国人でパワーもある鈴木のジムニーみたいな、いや、やっぱり四駆なんだよ。で娘は何にしようかな、日産サファリだね、やっぱり 4WD 四駆なんですね。その連れてきた旦那が戦車よ、はもうパワフルで、もう後方からズダーン、ある時は最前線ダダ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 ダズダーン、もう最高。何やってるんですか旦那は。まあね、自衛隊ですかその言い方で、あの富士山のね案内人、夢ありそう、その仕事も、いや、それで冬はスノーボーとかスキーの先生やったりして、うん、もうパワフルでね、うん、文句なしだったね、うん、野球の話じゃなくてもいいの。全然いいですよ。うちはねクリスマスイブは家で過ごすぞっていうのは家訓なの、うん、まあ、デートしたかったら していいよと。渋谷や新宿に行ってきた。ただ夜はクリスマスイブは家で過ごすんだっていうふうに育ててたわけ、うん、で去年さお友達で振られた女の子がいるから、もちろんクリスマスイブは家で過ごすけど7時ぐらいに都内のマンションに帰ってその子と2人でクリスマスイブやってあげないととか言うからさ、なんだじゃあ呼べよって言ったの、うん、顔がピクピクって変わってさ実はっていうことになって、どういう青年だっつって、これこれこれでこういう青年だって言うから、ちょっと写真見せろっつって、合格と思って、で連れてこいって思って、
え、パパ今まで誰も男性を家に連れてきたことないのに、なんで一回も会ったことないのに連れてこいって言うのって、いやこれはあのパパの勘だ、間違いない、間違いなかったね。あ、なんか人相というかね、うん、なんかあったんでしょうね、伝わるもの、うんうん、あ、見る、見ます、なかなかの青年でね、あ、どうぞどうぞ、おお、似合いのカップルですね、ありがとうございます、わあ素敵、だからね、俺のね若い時に似てるんだよね、あ、似てるかも、うん、あのひげ剃ったら、うん、あの奥さんが初めて会った時にあっと思ったらしいのね、あの今日すき焼きなんですもんね、すき焼きなんだよ、もう彼の姉ちゃんも呼んでさ、みんなで3キロ山があったからさ、肉取っとってさ、そしたら姉ちゃんがなんかなんだあの奥歯出るやつ、え、あ、親知らず、親知らずでこれになっちゃった、あ、お姉ちゃんっていうのはその旦那の姉ちゃん、そうそうそう、あ、じゃあ、じゃあいいじゃないですか、僕なんかラッキーと思います、肉が、うん、3キロもあれしたんだけどさ、後日うちの肉もあの送らせてもらいました、うん、やっぱあとその、うん、パンチさんが今までその野球選手で影響を受けた人ってどういう人ですか、その面白くないけど、うん、面白くなくていいんですよ、面白くないけど野球選手から学んだとか尊敬してるとかないね、あ、やっぱり小学校の担任の松田幸男先生であったり、名前覚えてるんですか、うん、やっぱり小学校の時にほらおにぎり3個しかなかったんだよね、野球の練習試合の時さ、中身のない海苔も巻いてない、そんな時にさ富岡君っていうお父さんがコーチで、その富岡コーチがさ、佐藤俺ちょっと二日酔いで弁当取り替えっこしてくれとか言ってさ、でも富岡コーチ僕おにぎり3つしかないですよって言ったら、いや二日酔いで食えなくてよ、残したら母ちゃんに怒られちゃうからよって言ったら、それがさタイガーだか象印じゃ忘れてるけどさ、ありました、ね、味噌汁とか、あ、ありました、こんなのいいんですかって、最高ですよね、それでさ食わしてもらってさ、ございましたって言って、その日ホームラン2本打ったのね、バカだな富岡コーチ、あんなおにぎりとさ、これ違うよと思って涙がパーって流れてきちゃってさ、夕日に向かってもう富岡コーチはいないけどさ、ごちそうさまでしたって言った、そういう大人の人たちはあるけど、その特にないな、影響受けたってあんまないんですね、ないね、それだけ野球っていう、僕ら野球ってあまりにも存在が自分の中で野球が大きすぎて、だからそこだけの世界じゃないとか、大学出て社会人出た人なんでしょうね、あそうだそうだ、あの、その学歴ね、卒業証書の話を自慢するわけじゃないよ、やっぱり高校からプロっていう人とさ、違いますね、違うと思うね、確かに、でもデイブの場合はいろんなあの経験が今してるからいいじゃん、もうそこしか知らない人もいるじゃない、まあそうですね、あのと友達も話してる内容も野球のことだけっていう、そうですね、でも違うじゃん、そうですね、大したもんだよ、あのコーチになってさ良かれと思ったことがなんか影響強くなったんですかね、それでどん底を来たら今度監督になってさ、そうっすね、で監督辞めたら今度居酒屋やったらコロナになってさよくこれでよ、俺なんかさゆっくり登って行ってゆっくり降りて行ってって、大したもんだよ、こんなんすよ、そうでしょ、ただこう培ったものは、悪口言われてると俺は運気が上がると思ってます、何値段でんのっていう、やっかんでんのかみたいな、デイブはさすごいよ、男の嫉妬でしょ、そう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 、そう強く言ったと思ってさ、そうそう、男の焼き餅ほどみっともねえもんね、そうだって俺ちょうさんって言ってたんだよ、いるんだよ、いいんですよ、ね、いるんだよ、悪口言って耳入ってくるんだけど、バカじゃないのって、もったいねえ、あんなこと今あったら、てめえのことやれみたいなタイプなんで、でもさ、その大木さんに言われた時はすっきり辞めれたんですよね、今のタイミングってでも5年で辞めろって言われたところだ、いやだからそこはね、大井監督のねなんか不思議なところで、その時2軍だったんだよ、でさ次の日さ1軍に上げたの俺のこと、残り試合2試合、今シーズン残り試合 2試合っていう時に今度1軍に上げたわけよ、終わって明日が最後の試合っていう時にさ大井監督がさ
明日が最後の試合だな、俺に言うんだよね、うん、なんだオリックスや最後かもしれないけどトレードかなんかで行きたいと思ってから、ああまあオリックスや最後だよと思ってさ、うん、あの4打席って言わないんで1打席くださいって、分かったって言ったわけで、次の日が今シーズン最後、うん、こうかと思うときにピンチヒッター出ないわけよ、うん、こうか1打席くれるって言ったじゃない、うん、監督と思ったらさ、はい、グリーンスタジアム神戸だから9回の表2アウト、はい、あの勝ってたからそこでパンチって言ったわけ、うん、よかった1打席ってさ、来年使おうと思ってちょっとタイプの変えたバットだったんだよ なビリビリってやってさ、これでさシューッ、これ来年使おうと思ったのにさ、オリックスや最後かもしんないな、うん、なんかセリーグかなんか行けたらいいな、でパコーンと右中間にスリーベース打ったわけ、うん、でバーンと滑った時にさ、ほら見ろ小木監督、俺はやれるんだよって思うタイプなんだけど、うん、幽体離脱じゃないけどさ、スーッとパンチがさかっこよく決まったんじゃないって言うわけよ、うん、でスーッと力が抜けちゃってさ、次田口が初球カーンってレフト前打って、俺がホームに行く、田口が一塁に行く、背番号6番が見える、田口頼んだよと自然にそういう気持ちになっちゃってさ、やらららららほんでってやったら大木監督もサングラス越しにうるうるしちゃっててさ、でなんか自然にスーッと持っていかれた感じだね。パンチってあのユニフォームにしたのも大木さんですもんね。あの新井コーチが一郎売り出しましょうよと、鈴木じゃなくて一郎ってやりましょうと、うん、で一郎ってやると風当たり強くなりますから、パンチ一郎で売りませんかって新井監督が抱き合わせだったんですよ。確かに当時ないですもんね、うん、一郎だとか、うん、で大井監督も頭のいい人でさ、パンチやらねえかって言うからさ、いやいや僕はパンチって漫画になっちゃうじゃないですか、うん、やらなくてもパンチって言われてるから僕はいいですよ、でただ一郎はあれはいい選手になりますから、うん、一郎やった方がいいと思いますよって言ったらさ、うん、俺の作戦を聞いてくれよとか言わずに、うん、そうかって話が終わったわけ、うん、で 2,3 日後さ、オープン戦でさパンチって言うからさ、よっしゃーってヘルメットかぶってさスプレーやってさ、この後ですかって言ったら、まあそこに座れとか言うからさ、はい、ドンってやったらさ、パンチ例の話どうかなとか、そこでとかってさ、なんすかそれさ、イチローはパンチさんがやるならやってもいいって言ってんだよとか言うからさ、もう目がさ踊ってくれよって目してるわけだから、じゃあやりますかって言ってやったわけだけど、一郎には逆のこと言ってたらしくて、一郎がやるって言ったら僕やりますよってパンチや言ってるぞなんて、それ一郎もね、うん、でも相当に良かったですね。そうだね、うん、僕も最初はデーブって言われたのはすごい嫌だったですけど、うん、今はもうデーブはデーブじゃん、そうそういいですもんね、うん、なんかまあまあデーブスペクターさんに俺が本物だって言われましたけど、パンチ佐藤だった、ただあの時パンチパワーだったからですよね。そうだから、オリックスに5人の佐藤がいてさ、吉典さん、はじめ誠、秀信、和弘って5人いたから、佐藤って言うと、はい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 とかなっちゃうから、吉典さんが佐藤が自分だけにしてくれますかねってなって、うん、ニックネームでパンチだったからパンチって、はあ、うん、そこもあんですか、うん、5人佐藤、はい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 とか言うから、吉典さんが僕らにしてくれますかねとかなって、パンチだ、でも、ま、そのまっすぐさは上ともぶつかったんじゃないですか、その、ま、曲がったこと嫌いですもんね。そうだね、うん、いやオリックスの時はもう大人だからないよ、熊谷組もないよ、うん、やっぱり大学の時はあのやっぱりぶっ飛ばされたりはあったよね、うん、あれ、うん、その上下とか同級生、天野さんとパンチさんだけですか、プロは。そう、1個下に与田だね。あ、与田さん1個上に古川さん、ロッテの。あ、古川さんアジアですか、うん、あと日本ハムの鈴木さんっていうセンターも持ってた、うん、背番号2番のね、はいはい、うん、あの人がいい子やったね。へえ、すごいですね、アジアって相当いますよね、プロ今。多いね、今はその内田監督から変わって、内田監督はうちはブリキ軍団だぞと、アジアで野球はやりたいと思うものが来ればいいと言うから選手が集まらないのよ。なるほど、でも今の監督はちゃんと生田っすね、うん、あのあれ生田は同級生です僕。あ、そう、俺が3年の時の1年なのかな、同じ部屋で。あれがやっぱりああ見えてね、勉強家でね、うん、あれそれこそ大分の柳川高校ってもう軍隊みたいなところから、アジアの軍隊みたいなところ来て NTT 東京っていう練習きついところ行ったから、うん、あいつがコーチ監督になったらぶっ飛ばしたりしちゃうんじゃないかなと思ったんだけど、ちゃんとあいつは理論派で、
で選手もきちっと取ってきて、だ今はもう金の選手、銀の選手、銅の選手、ブリキの選手も取ってきてピカピカに磨き上げるっていうのが生田だからね。これ前日本一になったでしょ。日本一になってましたもんね、うん、2、3塁でエンドランかけてましたもんね。いやだからそれがアジアの野球なのよ。これはもういろんなところで言って有名な話なんだけど、2年生の時優勝したのね、東都大学で。で大学選手権っていうことで、あの神宮で日本一決めるんだけど、組み合わせ見たら法政大学とアジア大学がさ決勝戦で当たるような組み合わせなのよ、でアジア大学は決勝戦に勝つための練習をするわけなの、もうこの辺の流通経済何々関係ねえと、法政と戦う練習、これはどういう練習かというと、ピッチャーは法政は西川さん、何回にいた、キャッチャー畑さん、はい、ファースト島田さんロッテに行った、セカンド若井さん何回に行った、すごい、サードは高田ジャイアンツからオリックスに来た、キャッチャーの、ああ、うん、ああ高田、サードやってたんですか、うん、でショートは山越さん、のち阪急に行った、そしてレフトは川崎さんっていうのは伊豆自動車、センター山本は社会人とかいて、でライトの伊吹さんと熊谷、もうそうそうたるもうオールスターの、そこでどんな練習したかっていうと、死ぬまで打ちましたとか死ぬまで守りましたじゃなくて、必ず一三塁になるんだと、その時に一塁ランナーがこけて、西川さんがファーストに投げる、もしくはキャッチャーの畑さんが投げてくるから、そこで走ってくるっていう練習を2日間やったね、朝から一塁三塁で、こけ方下手だ、次のやつこけ方がわざとらしい、次のやつってこける練習ばっかりしてさ、こんなのってあるかどうかわからないじゃない。そりゃそうですよね。そんな一三塁でさこけて畑さんが投げる、肩のいい畑だったら絶対投げる、こける練習を2日間、もっとうまくこけろ、もっとうまくこけろって2日間やったの、だからもう決勝よ、法政と、アジアはさデッドボールフォアボール送りバント、犠牲フライとかで1点取る、あっちはパコーンホームランで1点、そうですよ、ね、またアジアはデッドボール送りバント盗塁で1点、またパコーンとホームラン打つわけ、そして9回の表かな、1点負けててさ、1、3塁になったんだよ、そしたら総監督がさバーッと降りてきてさ、うちここだーってバックネットので、ここだーと内田監督がさ、何でも分かっとるすごい、でもベンチでさ3塁だ、来た来たっつったら、うまくポコーンとこけて畑さんがバーンと投げてダーンって同点になったのよ、法政のベンチもスタンドもみんな何が行われたか分からないわけよ。そうですよね。そして同点になって、そしてその裏に満塁ホームラン打たれて負けちゃうんだけど、そういう練習なのよね、うん、ライオンズもそういうとこありましたね、うん、今のその1、3年何でしたっけ、作戦、あったっすもんね、名前、我々はアジアスチールなんていう言い方してたけど、それはチームによってさ、ありましたよね、でもそういう野球覚えてた人が、プロってすごい、なんていうか、なかなか斬新でいいですよね、そのなかなかそこまで大学やるって僕らイメージないですけど、そこまでやってくれてるって大きいですよね、その、だから足が遅くてもアウトにならずに、そういう技術っていうか学んだから、ジャパンにも選ばれたり、したんじゃないかな、4区って言ってたけど、お母さんの影響も大きいですね、大きいね、大きいね、太っ腹なんですね、影響を受けたったらやっぱり上田監督かもしれないね、尊敬とか星野監督までは言わないけど、すごく大きな人で熱い人だったけど優しい人だったね、その佐藤どんどんやれって言ってくれたりとか、あと当時上田監督は盗塁1つしたら1万円球団から出すっていうことだったの、3つしたら3万円、紹介試合でも関係ないと、いや走ったら1万円じゃん、だから俺西武戦ピッチャー鈴木哲の時に2塁から3塁に3投したのよ、で伊藤さんがボート投げて1点入っちゃったわけ、そしたらさベンチでさ先輩方がさ、あんだお前1万円欲しいからって、まあ、勝手に走ってんじゃねえぞお前、アウトになったらどうすんだとかって言われたわけ、だからさすかさずパッとこう上田監督が俺の顔見てさ助けてくれたっていうかさ、どうだ佐藤走ると思ったかとかって言ったわけ、鈴木哲は2塁に牽制
はできないので皆さんだったら余裕でセーフになりますよって言ったの、うん、たそうか、そう熊谷組でも一緒だもんな、おいみんな二塁に牽制できないらしいぞって言って、そういうふうにパッとフォローしてくれたり、1時間十何分の猛抗議するただの熱い人じゃなくてね、うん、あの気配りのできるね人だったなと思う。上田監督って出身どこなんですか？徳島ですか。それから関西大学、うん、村山さんとバッテリーで、はあったかな、まあ少年野球ぐらいだったら教えたいなと。あ、そうだそうだ、はい、そのゆっくり下山中って言ってたじゃん、はい、でも神様がいてさ、ちょっと立ち止まれよって言ってくれたのかなと思うのが、はい、あの整備学園って言ってね、はい、要はその引きこもっちゃったりとか学校行きたくないとかいう子が今多いじゃない、はい、そういう子供たちをサポートする学校がね、来年千葉の勝浦にできるわけ、うん、ドーンと、はい、そこでの女子野球のあのコーチっていうか、はい、要は整備学園のイメージキャラクターに抜擢されて、うん、いいですね、うん、それはちょっと神様がちょっと下山ちょっと、ま、待てって言ってるのかなと思って ね、 それも楽しみだね、うん、いいですね、うん、高校なんです、大学とか高校、あ、いいですね、女子の、今女子、あのジャイアンツの宮本さんも今ジャイアンツで女子野球の、うん、だからそこは要は甲子園を目指すとかっていうレベルじゃなくて、そういう子供たちだからとにかく大声出してやろうよ、うん、汗かいて、うん、大声出すと腹も減るよ、で飯食ったら笑顔になるぞっていうのをメッセージで やりたいなと思って、うん、いいですね、だから元気配達には やめたけど、うん、元気なおじさんで、うん、それが夢だね、今じゃあ最後に、うん、パンチさんが、うん、現役の時に座右の銘みたいなのあったんですか、うん、何かありました？僕はね、一歩一歩とっていう言葉が好きで、あの一歩一歩とのとはさ、あの都金のとで赤いと、そういうイメージでね、一歩一歩とっていうのがね、俺の好きな言葉なの、今でもそうなんですか？今でもそう、あ、うん、慌ててないんですね、やっぱそれは、それが東北なのかな、やっぱり、はあ、うん、地道に、うん、東北の人我慢強いですもんね、そうだね、うん、一歩一歩とっていうのが、それじゃあ何か書いてくださいっていうか、座右の銘お願いします、ね、一歩一歩とって、はあ、うん、いいですね、パンツさん、僕は何、僕今あの縁っていう字にしてます、ああ、縁ね、はい、あ、え、だそう、縁だよね、縁だなと思って、今で言う健康一番かな、うん、そうですね、うん、中畑さんも元気って書きますからね、ああそう、40年ぐらい元気って書いてるみたいですから、中畑さんもこの間、去年息子の調布の焼肉屋さん行って、ね、あのごちそうになっちゃってさ、あ、そうですか、うん、あの息子もちゃんともう何年も修行してましたからね、うんうん、何年以上変わらないね、中畑さんね、変わらないですよね、だって俺初めてプロ野球選手不安になったの中畑さんも、あの時も言ったけど、生まれて初めて後楽園見に行って、あれが中日巨人戦でさ、中畑さんのその一塁ベース蹴ってもう二塁まで行こうとして、おっと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 って帰ってくる あのベースランニング見て、あーと、似てますね、そういえば、いや、だからそのベースランニングは真似したね、あー、そうですよね、うん、あら、もうかっこよかったね、大丈夫、話的に大丈夫、本当に、うん、もう最後にそう一歩一歩と聞けましたし、うん、本当ぜひパンツさんこれからもあの元気に、うん、僕らを引っ張っていく先輩で今まで通りいていただきたい、うん、下山はやっぱり早いですね、途中で思いましたけど、下山中じゃなくてまだもう一回なんかどっか登ってほしいぐらい、いやいや、ちょっと止まる、いやいや、そうです、なんかやっぱり野球、どうしても野球に携わってないと安心できない自分なんかいて、うん、それをすっぱり野球じゃなくて芸能界行ったのは僕らものすごい潔いなと思って見てたし、今もそれをやり通して、うん、っていうのはもう憧れですから、僕らの今でも、だって野球5年しかやってないし何のタイトルもないのに解説なんかもできないしさ、僕もだって、うんうん、僕もそうですよ、今でも解説とおこがましいと思ってやってる、うん、いや、でも切り口が違うよ、だからぜひ僕らも、じゃ僕もその下につけといてください、やっぱり元気のおじさんの中に、うん、はい、そんなんだやってると思わなかったね、いやね、死にかけたぞ、死にかけた、死んだんですよ、だね、ちょっとお互い元気でいきましょう、あれ、すいません、うん、これ4月中座ってやったと思います、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。